ので、こちらで、はい、開始します。はい。はい。じゃあ、皆さん、ちょっとマイクのミュートをお願いいたします。はい。今、ディスコードミュートしてるから、挨拶、私の枠しちゃうよ。OK です。こんまほ。こんまほ、まほだよ。今日は、日本と台湾さんの VTuber 交流会でーす。人数多いので、画像の方はサムネでまとめてで、失礼します。一人欠席なんだけどね。はい、猫三坊さん待機ありがとうございます。これから始まります。皆さんこんにちは、パンドラボックスクロでございます。はい、大家好、我是パンドラモシャンヘイ。本日はですね、こちら二次台ボンバーマン大会にお越ししていただきましてありがとうございます。今天非常谢谢大家来观赏这个日台炸弹超人大赛。本日はですね、もともと1名の方いらっしゃるんですが、ちょっと急遽の用事がある方がいらっしゃいまして、現在19名の方にご参加していただきまして、今天原本是预计有20位要参加，那因为有一位临时有事呢，所以现在剩下19位。そしてですね、箱のところはね、3枠で、ニコニコとあと YouTube に枠で放送していまして、そして他にはね、参加者皆さん全員のチャンネルにも生放送していまして、那这次呢除了箱子我这边呢在尼可尼可的声放送有在放，然后另外还有我自己水管上的两个频道，所以另外还有成员的参加者都有开这个直播，所以说呢一共有合計21枠の生放送がありますので、非常にねそれは緊張はしていますね。那因为一共有21个直播，所以我现在其实真的非常紧张。それではね、ちょっと雑談はさておきまして、まずね、本日の流れを説明させていただきます。那我就废话不多说、先来说明一下今天的流程。本日はですね、まず今は流れの説明で、その後は皆さんに自己紹介してもらいます。で、自己紹介終わりましたら、ゲームプレイをします。合計5回プレイしますが、2回目と3回目の間ね、少し休憩を挟みまして、5分休憩を挟みます。その後は、感想を聞きまして、で、あとは、そうですね、ゲームを勝利した方には、最後のところに1分間の告知の時間を、の特典をね、贈呈しますので、その後告知もね、ちょっと伺いまして、その後、私がエンディングしますので、本日はそれで終わりとします。那、我现在说明一下今天的流程を。那现在是我在做流程说明，之后会请大家做自我介绍，然后结束之后呢会玩五场游戏。那在第二场和第三场之间呢会有一个短暂五分钟左右的休息，那大家可以在那个时间上个厕所之类的。那在玩完之后呢会听大家的会问大家的感想。那另外就是在游戏中获胜的人赢一场可以获得最后有一分钟宣传的权利。那最后的时候也会请优胜者来宣传，那宣传结束之后我再稍稍做个结尾，今天的活动就到这边结束。はい、それではね、本日の流れの説明は以上となります。那今天的流程的说明就是以上这个部分。じゃあ、それではね、皆さんに自己紹介してもらいたいと思いますので、まずはですね、シムスクラウンさん。那接下来请大家自我介绍。那首先请第一位日本 VTuber 的シムスクラウン。ダンツキラヤ、ライヤ、チャンネル、声の方入って読みますでしょうか。魔法さんが喋ってるのかと思ってびっくりした。ちょっと待って、日本の方でまず、日本語の方でまずお挨拶させていただきます。皆さんこんばんは。個人バージョン YouTuber、皆様に紹介していただく VTuber、シムスクランと申します。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。あれ、ニコニコがコメビュー拾えてない？ちょっと待ってね。中国語で少しね、ご挨拶をさせていただきます。ロデワンチシシムスクラウンシェイシェイ今日ウォーハイウォーフィジンウォースネインごめんなさいありがとうございます。こんな感じで大丈夫だったわ、大丈夫かな、そして大丈夫と思います。最初は中国語はもうおっしゃってくださいましたけど、一応翻訳をさせていただくと、那我现在他虽然刚刚只有讲中文的，不过还稍稍帮他翻译一下。他是说呢，他是一个希望大家能够一起栽培的个人式的 VTuber Sims Kulang， 那请大家多多指教这样子。嗨，じゃあそれではちょっと少し質問を伺いたいと思います。那我接下来稍微问几个问题。まずはですね、
普段はどういった活動をしていますか？那请问你平常是做什么样的活动呢？いつもは、そんなにゲームをしてるわけではないんですよね。ちょっとね、ゲームをしてるわけではないんですけども、はい、まあ、定期配信として、まあ、いろんなね、ご質問を受け付けていて、それを、まあ、週に1回返したりとか、例えばカラオケをやったりとか、そんな感じをしております。あまりゲームっていうとこで、どっかではないですね。そんな感じになっております。気になった方は、見に来てください。はい。那我刚刚是问了他说他平常是在做什么活动，他说呢他不是那么常玩游戏，但是会做一些比方说是潘多拉さんすごいよ，收集一些大家的问题然后回答，或者做一些卡拉 OK 的直播这样子。今日はボンボンボンで国際大会です。希望大家有空也是看他的直播。はい、ありがとうございます。ミュートしてるから喋っても聞こえないはずだから。させていただきたいと思いますが。今回じゃ あまりゲームはしていないとおっしゃいましたけど、今回は自信ございますでしょうか？はい、正直言うと自信はないです。前回ね、日本の VTuber24 人集めた時も、まあ早々にね、負けてたとこはあるんですけども、今日はね、まず勝負よりも楽しみたいというところをね、第一に考えております。で、あとね、皆さん、なのはちゃんいらっしゃい、こんまほです。できればね、いろんな話を、できれば中国語でやっていきたいと思いますので、頑張って話していきます。よろしくお願いします。意気込みはそこです。数が多くてね、ありがとうございます。誰だって思いづらいんだよね。平常没有在玩很多游戏，那现在有没有自信呢？他说他没有什么自信。那上次有一个活动是聚集24位日本的 VTuber，其实我有参加，然后那个活动他也是一下子就输了，所以他其实不是很有自信，但是希望能今天能够好好享受这个游戏，而且跟台湾的 VTuber 有多一些交流这样子。はい、ありがとうございます。じゃあ質問は以上でございますので、本日よろしくお願いいたします。お願いします。今話してたのがシムスさん、この中で。ここで一旦ご退場していただきまして、次は台湾 VTuber のイクセンさんをお願いしたいと思います。那接下来我们会请台湾 VTuber 的小千来做自我介绍，麻烦小千出场。喂，大家好，我是 Xen 小千，请多多指教。然后じゃあ日本語で、皆さんこんばんは。台湾出身の黒猫の Xen と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。请多多指教，请多多指教。じゃあ早速ですが、ここもいくつの質問をさせていただきます。那这边我也想要稍稍请教小千几个问题。こうすればいいかな。まずはまあ普段はどういった活動をしているのでしょうか。普段は歌配信が多いです。なるほど。じゃあゲームはあまり。歌うことが好きですから歌配信が多いです。ゲーム配信も好きですがあまり上手ではないです。なるほどね。其实我们应该也有一半可以用中文回答。いないかな。就是问你说你平常是做什么活动，那可以麻烦你再用中文讲一次吗？就是小千平常都会开唱歌的直播，那有时候也会开游戏的直播，但是小千其实不太擅长玩游戏这样子。コンテアスペックさん、真ん中のボンバーマンそっくりですね。ごめん、それ私。日本語と中国語両方話せるゲストさんがいらっしゃるので、非常に助かりますので。就是真的有会说日文又会说中文的来宾，那我这边真是感到非常大的，获得非常大的帮助。这个样子。那じゃあ次の質問は今回のまあイベントに関して自信はありましたでしょうか？那接下来请问一下，你对这次活动有没有自信呢？全くないです。でも楽しみしたいです。我对这次的比赛完全没有信心，但是我会很开心的进行游戏。まあ全く自信がないということですね。はい、まあ私もあまり自信ないので、まあお互い様です。小千说完全没有自信呢，其实我个人也不擅长玩游戏，所以我也没有什么自信呢。我想大家就彼此彼此啦。じゃあ、イクセンさん、おね、ありがとうございます。那接下来就谢谢小千。那我们请下、次の方のご登場お願いしましょうか。ちょっと待ってくださいね。次が、倉上ケインさん。那我们接下来欢迎下一位来宾、上上凯因。欢迎他。
はい、どうもこんばんは。ゲーム系トライリンガル VTuber の倉上ケインでございます。ケインさんは、この人メガネの人。はい、请大家多多指教。多谢。はい、よろしくお願いします。请多多指教。まあ、こちらの方もですね、中国語が非常にうまいお方なのでね、非常に助かります。ありがとうございます。这位伙伴也是中文非常的流利，真的是让我觉得非常受到帮助。我反而不会讲中文，觉得中国呢，コラボ人数が多くてさ、概要欄、YouTube の方の概要欄に、Twitter とチャンネルは貼ってありますので、そちら参照してください。普段はゲームをプレイしていらっしゃるんですよね。就平常你说是在主要是以游戏为主吗？是的。私も後でみんなの登録いただきたい。鲜为人知的那些，就是没有多少人玩的那种小游戏。另外呢，也有当新的紹介的时候，我一般会吃一个进去。ね、そうなんだよね。でもちょっと、もう、游戏是怎么一个玩法的呢？也是给同伴的 VTuber 各位 VTuber 也给一点情报。普段は、主にマイナーなインディーズゲームや、あとはあの新しいオンラインゲームが出た時に最初に、1回入ってどんなゲームかを、皆様に見せる配信をしております。同時にこれはあの VTuber の、ね仲間の皆様にも、このゲームが本当に、ね、コラボの時に使えるのかを見せる意味がそうなのということ今度は何をやらかしたの？社会貢献しています、ね。後で見とく。非常谢谢他。看来他做的活动是对社会有贡献的活动。気になるな。普段はもうすでにゲームをしていらっしゃるので、今回もちょっと自信はあるんじゃないでしょうか。那这个藏上凯英先生呢？既然平常都有在玩游戏的话，想必这次的活动应该是有相当的自信，对吧？実はあんまり自信はなくて、なぜかと言いますと、反射神経が悪く、全体的にアクションは苦手だからです。我其实没什么自信，因为我反日本プロペラントタンク。所以一般玩动作游戏玩的不是很好。了解、後で見とく。はい。なるほど。そっか、じゃあ今まで3名の方は全員自信がないということで。はい。那到目前为止有三位来宾，大家都没有自信。所以接下来看看会不会有自信来宾出场吧。那次からの方は自信があるかなと期待しておきましょう。じゃあ倉上ケインさんありがとうございました。那谢谢藏上凯音。はい、それでは、次の方のご登場をお願いしたいところですか。少々お待ちくださいね。はい、次は台湾 VTuber のゴンゴン、あ、違う、台湾 VTuber のカノエさん。それでは、接下来是台湾 VTuber 的庚庚，那让我们欢迎庚庚出场，欢迎他。Hello， 皆さんこんばんは。カノエと申します。よろしくお願いします。はい。那よろしくお願いします。非常欢迎庚庚。那自己介绍以上ですか？那你的自我介绍就是以上这些吗？对对对。哦，なるほど。この隣の金髪の人。我们是。一开始有请大家填问卷，你比你问卷里面填的还要少很多，真的假的？真的。那这呢？在可能嘛，婚約の都合もあるんで、最初アンケートを取ったんですよね。このちょっとカノエさんの、自己紹介の内容はいささかに少なくなってしまいましたので、ちょっとびっくりはしているんですが。違う人ってあの、まあこれは大丈夫です。那我这边还是想问一下，刚刚你。平常都在进行什么样的活动呢？じゃあちょっとカノエさん普段はどういった活動をしているのでしょうか？平时都是玩游戏跟杂谈，然后 Apex 买块 ，Minecraft。哦，对，なるほどですね。まあカノエさん普段のやってる活動としてはね、ゲームと雑談とかあと Apex とマイクラですよね。ちなみにまあアンケートの情報によると Apex はプラチナのようですけど、結構お強いですかね？那根据我们这个事前问卷的情报，你的 Apex 是白金，所以你应该是非常的强，对吧？是，没错，我很强，強いです。我喜欢強い。ここも日本語でも答えてくださったので、結構強いということです。那刚才已经说日文了，所以就用日文不用太烦。那这个问一下根根，这次对这个炸弹超人有自信吗？今回ちょっとボンバーマンなんですけど、自信はいかがでしょう？自信のほどはいかがでしょうか？非常的有自信。なるほど。我觉得我应该可以把大家打爆。啊、哦，なるほど。じゃあ
さっきね、このカノエさんはね、まあ、エーペックスもプラチナということで、ボンバーマンに関してもね、非常に自信があるとおっしゃいましてですね、まあ、絶対ボンバー1を取れるとおっしゃいましたので、じゃあ、みんなの自己紹介中です。パフォーマンスを期待しましょうかね。那既然你这么有自信，接下来就期待你的表现了。OK， 谢谢庚庚的登场。那谢谢。じゃあ月の方を呼びしたいですね。月は日本 VTuber の明智川陸さんでございます。はい、こちらです。接下来让我们欢迎下一位来宾，日本 VTuber 的明智川陸，欢迎他。5人目か。じゃあ陸さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。どこかで見たことがある姿の私、明智川陸と申します。最近はですね、ゲーム配信、基本的にもまったりしたゲームで、熱盛動物盛アニマルクロスイング と、マイクラフトですねを配信しております。 YouTube の方では歌ってみたもやっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと翻訳させていただきます。那这位是日本 YouTuber 的明智川陸さん。那他是有着让人感到似曾相似外表的 VTuber， 活动以翻唱和游戏实况，那主要是动物之森还有麦块之类可以非常和平的玩下去的游戏为主，那请大家多多指教。はい、ありがとうございます。まあ、ゲーム事業もね、はい、やっているんですけど、ちょっとあまりね、はい、ジャンルが違うゲームではありますので、はい、今回は自信はないですかね、ボンバーマンとしては。約10年前ぐらいに少し触ったぐらいで、それから全然やってないのでもう全くわからないっていう、まあちょっとね、基本操作だけはさせてもらいましたけども、それぐらいですかね。はい、はい、はい。那如何的，那我刚刚是问他，他平常虽然有在玩游戏，可是显然这个玩的游戏的种类和我们这次炸弹超人不太一样，所以他有没有自信呢？他就说他只有十年前玩过一点点炸弹超人，所以他可以说几乎是完全不了解，那就不太有自信这个样子。那如何的ですね。じゃあ、まあ自信ない組ということで、今のところ自信があるのは約1名しかないということで。そうですね。はい。じゃあありがとうございます。じゃあありがとうございます。ワリクさんありがとうございました。ありがとうございました。刚就是说呢，他也没有什么自信，所以目前有自信的玩家看来只有一名啊。那我们就谢谢这个明智川陸先生的自我介绍。那接下来我们来欢迎下一位来宾。じゃあ次の方を呼びしたいと思います。次の方は、ウサアルパカさんで。ウサアルパカさんでございます。次は、接下来的来宾是台湾 VTuber 的兔尼玛。我们欢迎他。台湾 VTuber のパカさんが来ています。パカです。毎回間違われるんです。失礼いたしました。パカでございますね。はい。はい、俺パカ、俺パカ。とりあえず自己紹介させていただきます。ニーハオ視聴者の皆さん、そしてニーハオ。今回能力なしです。お兄ちゃん以下のアルパカフィン外装員たち、ファンネーム長いんで。人間とウサギとアルパカが融合したウサアルパカです。バーチャルキメラです。よろしくお願いします。アルパカじゃないです。你好各位观众以及你好各位986番茄香菜大哥哥以外的羊头菌改造员，不好意思哦，那个粉丝名比较长。我是人类加兔子加羊头的神兽兔尼玛尼玛比利布，请多指教。好，请多多指教，よろしくお願いいたします。この方もね、日本語も堪能してて、まあ、台湾 VTuber なのでね、2つの言語を使いこなしているので、非常に助かります。作为兔尼玛也是会说两种语言，真的是让我感到非常的了不起。持ち上げすぎ。太夸张了。いえいえ、それはないでしょう。結構前なのでね。じゃあ、ちょっと質問させてください。普段はどういった活動をしているのでしょうかな。让我稍稍问你几个问题。那你平常是主要是做什么样的活动呢？普段は、今水曜日に、雑談プラス一つ漫画を紹介する、番組みたいなラジオ番組みたいなやつをやっていて、今週から、毎回一人ゲストをお呼びして、ゲストが紹介したい漫画を紹介させていただきます。それと毎週木曜日に日本語で、ジャンタママージャンを配信しております。他の時間はだいたい雑談が、今の人みんな日本語うまいんだよ。他のゲームやったりとかしますね。
ら中国語に変えます。那我现在固定你可以随时插话，因为我会讲。哦、OK， 不好意思，你就讲、这个、OK。我现在固定礼拜三都会有一个类似广播节目，会请一个来宾一起、聊聊天，然后请他介绍一本漫画，以及有礼拜四的时候固定会开雀魂麻将，但是是用日文直播，所以可能知懂中文的朋友们就过来看看我打麻将也可以。但是你们用中文留言，以及剩下的时间大概就是。玩玩游戏啊，杂谈啊，唱唱歌之类的，请多指教。就这样。はい、ありがとうございます。まあ、つまり中国語の、まあ、リスナーさんの、まあ、お世話にもしてて、日本語のリスナーさんも、まあ、お世話しているということですよね。就是他既有照顾到中文的粉丝，也有照顾到日文的粉丝，这样子嘛。とりあえずコメントしてくれると、なんか返事しますんで、よろしくお願いします。反正大家留言，我就一定会回啊，不管你留中文还是日文。なるほど、まあ、結構すごい活動をしているようですね。はい、じゃあ、トニーマーさん、ウサードバカさん、ありがとうございました。うん、つくんじゃねえよ。怖え。僕は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上はウサードバカさんです。那以上就是トニーマー。那接下来呢、让我们欢迎下一位来宾。下一位来宾是，トクサリクックリさんでございます。让我们欢迎下一位来宾是ウソクックリ，欢迎他。お願いします。はい、こんばんは。大家晚安。はじめまして、アルチュー天使系 VTuber トクサリクックリです。普段は歌枠を中心に、飲酒したり、あとマイクラしたり、最近 ASMR デビューをしました。で。ゲーム実況とか結構してます。たくさん拡散して1位取ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと翻訳させてくださいね。那首先翻译一下刚刚说的，他说初次见面，我是酒精中毒天使系 VTuber 的护手库库里。那平常主要会开唱歌台，然后另外还有喝酒闲聊，还有卖块等等的游戏实况。那最近也开始开这个 ASMR 的实况这样子。那这次呢，他会炸开很多东西，给第一名的，所以请大家多多指教。せめてあのあれつけよ。以上でございます。じゃあたくさん爆破して1位になりますということなんで、結構自信があるということですよね。那他说会炸开很多东西要得到第一名，所以显然是非常有自信，对吧？そうですね。こんにちはスペッツさん。いつも見てもいい。怖いわ。うまい。おお。プレイデータで何？なんでもないです。忘れてください。おお。まあとりあえず自信があるということですよね。頑張ります。哦，所以他说，他稍稍犹豫一下，说他是有自信的，不过中间说了一段，我一时间听不懂日文。但总之来说，他就是有自信。嗯。OK， まあ、とりあえず自信があるということでいいですね。はい。アルチュー天使系 VTuber ということで、今なんか飲んでますか？他说他是酒精中毒系天使，所以他现在有没有在喝酒？稍稍问一下。今緊張しすぎて飲めてないです。なんでシラフなんでちょっと自信がないです。え、急に自信がなくなったんだ。お酒入ってないとちょっとブーストが効かないから。ローバスタオル巻くからいい。いや、5秒前自信あるんじゃないですか。頑張ります。でも精一杯頑張ります。バスタオル結構熱くない？大丈夫？好，那我刚刚说他是酒精中毒系的天使，所以问他说他现在没在喝酒，他说因为没有喝酒，所以他现在没有自信。如果他说你五秒之前不是很有自信的吗？如果他说没有喝酒就没有上这个步幅，所以就突然间又没有自信了。哎，ありがとうございました。じゃあ以上はね。ありがとうございました。以上、トサリククリさん、トクサリククリさんでございます。はい、ありがとうございます。クリさん、これで 200% まで許してくれ。はい、そうそう、クリさん、シェシェ。じゃあ、好きの方お呼びしたいと思います。那我们欢迎下一位来宾、シャフォーハハ。それでは、好きの、順番間違ったな。次の、方をお呼びしたいと思います。で、夏コマ、母さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしく。那不，他先讲中文的吧。他是吓破哈哈，是邪恶又帅气的哈士奇。然后今天的目标就是把全部人都炸死。日本語でやります。はじめまして。我が輩の名前は夏コマ母です。世界征服者目指すの魔王候補だ。悪でかっこいいのハスキー。
可愛いじゃないよ。日本語で苦手です。失礼の部分は申し上げません。許して。ああ、ありがとうございます。フェラン、シシ。いやー、ちょっと日本語が苦手とおっしゃいましたけど、でも頑張って日本語で自己紹介してくださったので偉いんですね。ああ、虽然说他不擅长日文，可是还是非常这个努力的用日文做了自我介绍，实在是非常了不起。それではちょっと質問させてください。普段はですね、はい、魔王くんを、ね、集まっているとおっしゃいましたけど、そのためにどんな活動をしているのでしょうか。那他刚说他平常有在四处招募这个魔王军了，所以说为了招募这个魔王军，你平常有做了什么样的活动吗？本他有到处的去不一样的 VTuber 频道聊天，交了很多朋友。みんなの自己紹介も聞いてあげて。なるほど。原来如此。ハハさんはね、まあ、多くの人を集めるために今半分ぐらいたくさんの VTuber のところに、ね、雑談しに行って、まあ、友達を作ったということですね。那所以说你是为了要招募王军才去交朋友，也就是说你的动机非常不单纯，对吧？那つまりですね、魔王くんを探すために、まあちょっと勧誘するためにね、ちょっといろんなビシュバの友達になったということで、まあ、結構下心満々じゃないですかね。ちなみにあと3番目か4番目後に私だからその時はいてよ。なるほど。ああ、わかんじゃんぞ。じゃあな。まあしたことまんまんということに関しては、まあ、そうかもしれないと、まあ、お答えいただきました。はい、なあ、じゃあ非常谢谢シャーポーハハー。じゃあ、夏子もハハさん、ありがとうございました。こんにちは、それでは次の方をお呼びしたいと思います。この2人だったかな。欢迎下一位来宾。次の方は日本 VTuber のリュウザキさんでございます。なあ、下一位是日本 VTuber 的龙崎先生，欢迎他。リュウザキさん、お願いします。はい、お願いします。日本の VTuber オルカ e スポーツチームオルカゲーミング所属のリュウザキです。ちょっとだけ中国語初勉強したんで。リュウザキさんも一緒に。ワシャさんはリュウザキ。日本 VTuber やってるんですね。こんな感じで。主にゲーム配信をやってます。今日はそれなりに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なあ、まあ、じゃあ翻訳しますね。まず e スポーツチーム ORCA ゲーミング的经纪人部门所属的这个 VTuber。 那猫三宝さん、何も聞こえない、笑、まあ、そうですね、ちょっとアンケートのとの内容は相違があるんですが、一度話しますと、まあシチュエーションボイスの台本の依頼を受け付け中ということはありますよね。そうですね、 100% まで上げてるんだけど声が小さい。まず说他平常也有在接受这个 VTuber 的情境语音的剧本制作委托，然后平常呢主要是玩游戏的直播比较多，这样子。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと質問させてください。はい、あ、ゲーム配信が面倒、先ほどおっしゃいましたけれども、はい、つまりね、ゲームがお得意ということで、今回も結構自信があるんじゃないですか。那平常因为都是在打游戏、开游戏直播嘛、所以这次的这个炸弹超人大赛是不是也非常有自信呢？自信はこれなりに。あんまり強くもない。猫三宝さん、配信画面でも 100% にしてやっとゲーム BGM 聞こえた。なるほど。じゃあまあ100点満点中だったら70点くらいはあるんですかね。ごめんね。ディスコード優先の音量調節をしてますので。那我刚刚说他说，所以有没有自信嘛？他说他虽然是常在玩游戏，可是也不是这么的擅长，也不是这么厉害，所以他是有。大概是还是有一点自信，那我就问他说，如果满分是100分的话，有几分的自信？他说大概是70分左右这样子。那就真的自信ですね。まあそれでも結構高い方じゃないかな。那像就算只有70分，还是算有自信的那一方啦。さあ、リュウザキさん、ありがとうございました。那我们谢谢龙崎先生。はい、ありがとうございました。じゃあ次の方をお呼びしたいと思います。次は台湾 VTuber のゆきにゃんさんでございます。はい、おはよう。私よくわかった。いや、でも中文在登場。ごめん、次私。まあ虽然他已经出来，我还是介绍一下。就再让我们欢迎
台湾 VTuber 的雪喵小姐，欢迎她。嗨，おはよう、早安，我是雪喵，并不是附属的雪喵。然后平常的话，直播以游戏，然后附属在是杂谈。最喜欢的就是生鱼片。そうですね、ありがとうな。はい、じゃあちょっと翻訳します。ゆきにゃんでございましてですね。普段はね、ゲーム配信と雑談をメインにしていまして、刺身が大好きというところですね。はい。那据说你是为了要吃生鱼片，所以为了要赚能够吃生鱼片的钱，所以来当 VTuber， 这是真的吗？あ、噂によると、ちょっと刺身を食べるお金を稼ぐために VTuber になったのは本当でしょうか？うん、そうですね。哦，所以是真的。嗯嗯，そうですね。因为不能用偷的。あ、なるほど。泥棒猫になっちゃいけないということで、VTuberになったということですね。はい。ちなみに、一番好きな刺身は、どういう刺身ですか？另外、你最喜欢吃的生鱼片是哪一种鱼的生鱼片呢？鲑鱼。コーンティアスペット。あ、鲑鱼。刺身と、好感度高いぞ。トロ。あ、トロ、鲑鱼。OK。那我刚刚是问他说，既然这么爱吃生鱼片，那所以最喜欢吃的是哪一种生鱼片？他说最喜欢，不对，我怎么讲错？ちょっとこの、我有点稍微混乱。日本語で話しましょう。ちょっとどういった、刺身がお好きということで、まあ、聞いたら、まあ、サーモンとトロが大好きという話ですね。那我问一下这次的游戏你有自信吗？今回のゲームに自信がありますでしょうか？ない。ない。全然はない。完全没有自信。因为这不是我平常会玩的游戏类型。なるほど。そうですね。じゃあまあ。自信があるかどうかと聞いたらですね、普段やってるゲームとだいぶ違いますんで、全く自信がないということですね。はい。那、就算没有自信、我还是彼此加油吧。まあ、自信がなくてもね、はい、一緒に頑張りましょう。はい。じゃあ、ゆきにゃんさん、谢谢、ありがとうございました。次は確かに。はい、じゃあ、好きな VTuber さんを呼びしたいと思います。好きな VTuber さんは、日本 VTuber のナスマホさんでございます。那让我们欢迎下一位的 VTuber。下一位是日本 VTuber 的那须真穗。欢迎他。はい、お願いします。こんばんは、マホだよ。はい、日本の VTuber、ナスマホです。普段は、ガンダムオンラインっていうゲームを中心に、ゲーム配信や、あと、プラモデルを作る配信なんかをしています。よろしくお願いします。もし、ナスマホ、チェンジンゲ、発音できない、ごめんなさい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと翻訳しますね。お願いします。ワンアンマホ、我是真穗哦。平常主要是开进行一些开放观众参加的游戏直播。他刚刚是说钢弹的那个线上游戏。我讲的有点快，我没有听懂，听得很清楚。那还有一些模型制作的直播，那请大家多多指教。先ほどなんかガンなんちゃらのゲームを主にやっているとおっしゃいましたけど、あれはガンダムのオンラインゲームでしたっけ？ガンダムオンラインですね。そのまま。あ、なるほどなるほど。で、他刚刚讲那个游戏名称，我稍微问了一下是什么样的游戏哦。他就说就是钢弹的线上游戏，叫做 Gundam Online， 就是钢普拉 Online 这样子吧。好，那。まあ、そういうことで、まあ、ガンプラの作成配信をしているということなんですが、はい、あれ結構時間かかるんですよね。つまり長時間の配信がメインということですかね。そう。中川さん、ごめん、はい、ちょっと問題の方も中国語で話してからちょっとお答えお願いします。はい。中川さん、他有在做这个模型制作直播，那应该很花时间。所以问他说，是不是这个配声放送的时间都算是比较长的？那再お願いします。はい、ごめんなさい、無断で言われて。いやいや、はい、そうですね、まあ、長くなりすぎたら次の週とかそういう感じに区切るんですけど、まあ、基本的に私の配信は3時間から4時間の配信が多いです。結構長いですね。なるほど。那他是说因为模型做模型是比较花时间的，所以说他平常都是大概是做3到4小时的直播比较多。はい。なるほどですね。結構難しいですね。3が4時間だと。まあ、やる方も、まあ、見る方もね。はい、そうですね。いつも私の配信のみんなには、
感谢してます。好，那我刚刚说那你现在每次要开三到四小时的话，那其实不管是播的那一方还是做的那一方，其实都还蛮辛苦的。他说，对，所以一直非常谢谢他的观众这样子。嗨，じゃあありがとうございました。以上はなスマホさんでございました。那我们就谢谢这个那须真穗小姐。啊，我ちょっと業務連絡させてください。ちょっと今は裏で部屋がなくなっていたようで、まあそれはそれと置いておいて、終わったらまた部屋作り直しましょう。那因为现在那个我们原本开了一个房间了，可是那个房间现在突然不见了，所以等大家自我介绍结束之后，我会再开一次。那现在就先这样吧。那接下来让呀，次呢次の VTuber さんを呼び出しましょう。台湾 VTuber のトバコマトバコモカさんでございます。那接下来让我们欢迎下一位的 VTuber， 是台湾 VTuber 的トバコモカ小姐，欢迎她。皆さんこんばんは。私はトバコモカです。台湾の VTuber。很努力，刚刚努力学了一下日文。哦，了不起了不起。那要不要用中文也自我介绍一次？大家好，我是トバコモカ。嗯，对。哦，なるほど。じゃあ、まあ。事前アンケートに伺った事前アンケートによると、地獄から来たタバコの悪魔のようで、普段はどういったタバコを吸っているんでしょうか。那根据这个事前问卷的情报，似乎是来自地狱的胭脂恶魔。所以你平常都吸什么烟呢？啊，平常吸什么烟吗？摩卡本身蛮喜欢 Lucky Strike 的，还有 Ken。哦。まあ、どういったタバコを吸っているとおっしゃると、なんかラッキーストライクというタバコを吸っているようで、まあ、ちょっと日本のタバコはあんまり詳しくないんだけど、それ実際日本にあるかどうかわからないんですが、もしあったら皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それにピナノシーなんかラッキーストライク。OK。吸了对烟一点都不熟。我有点突然之间后悔问这个问题，我有点接不下去。没关系，没关系。タバコはあんまり詳しくないので、この質問はね。ちょっと質問しても広がらないかな、ちょっと後悔しましたけれども。不过说到烟呢，这个台湾的烟最近那个健康针也是涨了不少，会不会也经济上有不少压力？啊，的确，最近啊，但是不会为了抽烟忽略身体健康，还是身体健康比较重要。ストライカーパックじゃない。さっき。タバコはね、最近日本の方もね、結構値上がり、まあ値上げしたんじゃないですか。まあ台湾もね、実は同じ動きがあって、まあ結構値上げしたんで、結構経済的に厳しいんじゃないですかと聞いたら、まあそうですねとおっしゃいまして、でもね、まあタバコのために、まあ健康を犠牲することはなくなったので、まあそれもそれでまあ、いいかもしれないとおっしゃいましたんですね。なんかそういうイメージだね。じゃあ、そうですね。あ、非常谢谢。这个烟痴恶魔的摩卡さん，じゃあ摩卡さんありがとうございました。ありがとう。谢谢。はい、じゃあ次の VTuber さんを呼びしたいと思います。那接下来呢，让我们欢迎下一位的 VTuber， 日本 VTuber の桃崎ひらめさんでございます。那接下来是日本 VTuber 的。桃子ひらめ小姐、欢迎她。お願いします。チャンネル3、ザキストのロゴハケボール。あ、聞こえてます。大丈夫です。中作スの月さん、フランス行きたくて見てるからひらめと申します。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。そろそろ还是说他是个人在努力的、就是个人式的 VTuber 是桃子、ひらめ呢、请大家多多指教。はい、そうですね、もともとは魚ですよね。なぜ人間になったのでしょうか。なに、据说你原本是鱼類、那为什么会变成人類了呢？あ、そうですね、なんだろう、神様からね、体いただいたので、そうそう、入ってみないって言われて、あ、なら入ってみようかなっていう、メインブラックって映画あるじゃないですか、あれみたいな感じです。あ、なるほど、中に入ってる感じです。那我刚刚是问他说，
是说原本是鱼类，所以怎么会突然决定变成人类呢？他说，因为从神那边获得了身体，然后问他说，要不要进一下这个身体看看呢、啊？他说，嗯，好，不然我就进去看看好了，所以就变成人类了。シロさんがもっといいのですね。じゃあ人間になってよかったことは、まあ一つだけ答え、まああげるのであればどんなことがあるのでしょうか。そうです。好きな色、好きな服を着れることですかね。なるほど。那我刚刚是问他说，既然你是从神那边变成人的，那从神那边拿到身体，那变成人的话，那变人成人之后有什么最棒的好处是什么？他说，可以穿各种喜欢的颜色的衣服是最棒的这样子。なるほどですね。結構人間を楽しんでいらっしゃるんですね。じゃあありがとうございました。本日よろしくお願いします。那就非常谢谢桃子希的姫什么姫亚美さん。はい、谢谢。ちょっとコメント今いただいてるんですけど、あんまりね、本日コメント読めないかもしれないので申し訳ございません。因为我现在有收到一两个留言，可是我今天可能不太能够读留言哦，真是非常不好意思。それでは次はですね、また同じく日本 VTuber の方をお呼びしたいと思います。那接下来下一位呢，还是日本的 VTuber。次はですね、黒キバマウルさんでございます。那接下来是日本 VTuber 的黑牙猫罗小姐，欢迎她。Hi, こんにちは。こんにちは。家猫 VTuber の黒キバマウルです。よろしくお願いします。大家好，我是战猫的 VTuber 黑牙猫罗。よろしくです。よろしくお願いします。Hi。まあこの方もね。またしても中国語も堪能していらっしゃる方で非常にお強い方ですね。ちょっとだけはい話せます。で、我刚刚说这位 VTuber 也是一位中文非常流利的 VTuber。那真是今天非常谢谢请他多多指教。那他就说，他会说一点点中文，所以他会加油这样子。はい、ちなみに好きなものは恐竜という話なんですが、恐竜のどういったところが魅力的ですか？そうですね。恐竜の大きいところが好きです。なるほど。那我刚刚说他说他喜欢的东西是恐龙，所以恐龙哪边最有魅力？他说恐龙，他觉得恐龙很大的这个部分非常有魅力。なるほどですね。じゃあさ、今まだ生きてる動物の中だと。ゾウさんは結構魅力を感じるんじゃないですか？ああ、ね、あでもちょっとゾウさんはちょっとちっちゃいですね。ちっちゃい。なるほど。所以我刚问他说，既然他觉得大的东西很有魅力，那是不是觉得这个大象也非常有魅力？他说不，大象还太小了。有点小，有点小。有点小是吧？やっとやらマウルさんの器が大きいようでね、なかなか満たされないようです。そうですね。对啊，所以说这个猫罗小姐她的气量太大了，这个就算是大象也没有办法满足她的欲望这样子哦。なるほど。それはちょっと興味深い話ですね。またプレイしながらまあお話を伺えればと思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。那这个猫罗小姐真是非常有趣，希望能够在边玩游戏能够边详细的听她讲一些话。那今天非常谢谢她。じゃあ次の方をお呼びしたいと思います。那接下来让我们欢迎下一位的来宾。次の方はですね、台湾 VTuber の暁しおさんでございます。那下一位来宾是台湾 VTuber 的小西欧，让我们欢迎他。Hi, hello. Hi. Hi. 皆さんこんばんは。私はご人生 Virtual YouTuber 暁しおです。大家晚上好，我是个人是虚拟 YouTuber。小西欧，大家晚上好。ありがとうございます。晚上好，晚上好。じゃあちょっといくつの質問をさせていただきたいと思います。はい。今回のゲームには、自信はありますでしょうか？你这次的对于这次游戏有没有自信呢？自信はほぼほぼない。でも私は一生懸命頑張ります。あ、じゃあ中国語、你也说一下中文吧。自信是有一点不太没有，但是我会努力的，尽全力去比赛的。みんな一生懸命な感じの印象だよ。じゃあこのゲームの経験はありますか？你以前玩过这个游戏吗？はい、我有开两次台来练习。二回の練習しました。
なるほど、2回生放送で練習したということで、偉いですね。私1回も生放送やってないんで、非常に偉いです。主催者より偉いです。开了两次直播啊，练习，我一次都没有开，他比我还好，这个更了不起，认真的练习这样子啊。はい、なるほど、わかりました。じゃあまた次ね、まあ、ゲームプレイ中でもお話を伺いたいと思いますので、本日あり、まあ、よろしくお願いいたします。那等一下我们在游戏中呢，也再慢慢的多聊一点吧。那现在非常谢谢小西哟。はい。はい。ありがとうございました。次の VTuber さんをお呼びしたいと思います。次の VTuber は日本 VTuber の宮地かけるさんでございます。那接下来让我们欢迎下一位的 VTuber。 下一位是日本 VTuber 的公路跨流先生。欢迎他。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらです。はい、個人勢のバーチャル YouTuber 宮地かけるです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの方です。はい、这位是个人是 VTuber 的公路挂流先生，那请大家多多指教。哎，いや、とんでもないです。それではちょっといくつの質問を伺いたいと思います。事前情報によるとですね、ボンバーマンは初心者らしいんですけど、今回は初心者なのに、なぜ思い切ってこのイベントを参加したのでしょうか。初心者、そうですね、初心者、ガチ初心者なんで、ボンバーマンシリーズ初めて触ったんですけれども、初心者らしくね、こう自爆して派手に叫んだりとかね、そういう、まあ、ちょっとぶっ飛んだプレイがね、ボンバーマンで見せれるかなと思ったんで、参加させていただきました。はい、那我刚说呢，说根据事前的情报，他应该是这个游戏他是新手。那既然是新手，但是为什么会愿意来参加这个活动？他说。他虽然是新手了，几乎是第一次碰到这个游戏，但是呢，他希望能够给大家看到这个游戏欢乐的一面，比方说自爆，然后漂亮的炸开之类的欢乐的一面，能够传达给大家这样子。なるほどです。まあ初心者こそ見せられる部分を見せたいということですよね。そうですね。就是要让大家看到只有新手能够带给大家的欢乐的一面这样子。なるほど。じゃあ自信はありますでしょうか。自爆の自信はあるんですけど、まあ、そうですね、自分の体をまず吹っ飛ばさないようにだけはしたいなとはもちろん思うんですけれども、まあ、それはそれとしてやっぱそれで自分の体を吹っ飛ばしたらそれはそれで面白いから、まあ何してもいいっていう意味ではある意味自信がありますね。なるほど。下手なことをしても大丈夫っていうね。はい。そうなると、那所以他有没有自信？他说，至少他希望不要自爆，但是呢，就算自爆也是有自爆的乐趣，能够让大家能够给大家带来欢乐哦。所以从某种意义上来说，不管做什么都没有问题。从这点上来看的话，是还蛮有自信的。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあまた、はい、ゲームプレイ中でもお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしこちらこそよろしくお願いします。爆発するぞ。我们非常谢谢这个公路挂流先生，ありがとうございました。じゃあ次の VTuber を紹介していきたいと思います。次の VTuber は台湾 VTuber のサクナのルーさんでございます。那让我们欢迎下一位的VTuber。下一位 VTuber 是台湾 VTuber 的音野露小姐，欢迎她。お願いします。声が大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。台湾のイラストレーター漫画家の VTuber、さくらのルです。ルルって呼んでください。我这里是台湾的漫画家。音乐路叫露露就可以了。はい。よろしくお願いします、ルルさん。よろしくお願いします。はい。欢迎ルル小姐。ルルさんの方はですね、以前ボンバーマンの視聴者参加方の、まあ、イベントも、まあ、生放送も、ね、やったことありますので、結構経験があるということは自信あるんじゃないですか。今日が最近が飛行しばかりなので。コントローラーないです。あ、やばいと思いますけど、頑張ります。私もキーボード。那我刚刚是问他说，他以前有开过这个可以开放观众参加的这个炸弹超人大赛，所以他是有经验，所以他是不是很有自信这样子？那你刚能刚的话能够再用中文讲一次吗？嗨，就是最近啊，都在搬家，从日本搬回台湾，然后我发觉。哇，我的随身行李没有手把，我原本都用手把，然后今天要用键盘，所以有点没有自信，所以，我会加油的，
なるほどね。まあ結構ね、コントローラーがなるかないか結構差がありますので、では頑張ってください。那就是平常跟平常环境不一样的话，其实应该会差蛮多的。不过还是请多多加油啦。はい、頑張ります。はい、じゃあまたゲームプレイ中でお話を伺えればと思いますので、本日よろしくお願いします。はい。那现在我们就在游戏的时候呢，再来慢慢的聊。那非常谢谢樱野露小姐、さくらのルーさん、ありがとうございました。はい、次が、日本 VTuber ですね。日本 VTuber の黒松キテルさんをお呼びしたいと思います。那接下来让我们欢迎、日本 VTuber 的黑岛キテルさん。那よろしくお願いします。はい、皆さんコンテル、男の子ゲーム VTuber の黒松キテルです。個人勢です。普段はですね、FPS ゲーム、デスティニー2とか、よくやってます。デスティニー2知ってるかな？あ、はい、聞いたことあるんですけど、中国語はどう翻訳しようかなと今考え中です。OK です。なんかそういうので制限でクリアしてみたりしてます。自信のほど、あ、いいのか。いやいやいや、よろしくお願いします。はい、那他刚刚是说呢，他是个人式的 VTuber 的黑岛 Kitel 上。那他平常是，主要是在玩 FPS， 就是第一人称射击游戏。那有在玩一款叫做 Destiny 2的游戏，翻中文是命运2嘛？我看不到这个游戏，我不知道怎么翻。然后那就是这个样子，所以他平常主要是在玩游戏的。还，ちなみに結構エネドリを飲んでいらっしゃるんですか？サンサンの在喝能量飲料吗？はい、エネドリゾーンを、まあ、大体こうなんか買いだめしてよく配信中とか飲んでます。この人もゾーンを喝る。他说他平常主要常在喝一款叫做ゾーン的能量飲料，像这款条件就是没有卖了。那他常会买很多，然后在松放松的时候喝。ちなみに今飲んでいますか？あ、今も飲んでます。あ、今も飲んでいますね。じゃあエネギリエネギリ州のプレイを、まあ、期待しています。イエー。我刚刚说呢，这么喜欢喝能量饮料，现在是不是有在喝？他说对，现在也有在喝，所以我就跟他说我非常期待能够看到充满能量的这个表现这样子。じゃあ、まあ、エネルギードリンクも、ね、決まっているところで本日のプレイを期待しています。ありがとうございました。はい、お願いします。那既然呢，他也，喝了能量饮料，所以就等一下就期待他的表现吧。谢谢他，谢谢他。嗨，それで以上ゲストの方々の自己紹介終わりました。那以上就是来宾的自我介绍。それではですね、まあちょっと私の方にもね、少し自己紹介させていただきます。那接下来让我也稍稍自我介绍一下。那本日の主催者、そして MC を務めさせていただきまして、パンドラボックスプロでございます。那我是今天的主办人、同时身兼主持人的、パンドラ魔像黑。普段はですね、まあ自分が面白いと思う動画をアップしたり、まあ、ゲーム実況をやったりしますので、半分動画生で半分生放送生でございます。那平常呢会上传一些我自己觉得有趣的动画，那也会开一些游戏直播，就是一半是动画室，一半是直播室了。那皆さんぜひよろしくお願いします。那请大家多多指教。はい、以上皆さんの自己紹介が終わったところで、まあ、ちょっとゲームを入りたいんですが、まあ、ちょっとね、ゲームの部屋がさっき爆散しましたんで、ちょっと作り直します。少々お待ちください。那接下来呢，我虽然想要开始这个游戏，不过因为刚刚我们的房间爆炸了，所以要重新开一个房间，请大家稍等一下。解散になったので、ちょっとコメントにね。お疲れ様というコメントをいただきましてありがとうございます。我收到一个辛苦了的，这个留言是非常谢谢哦。少々お待ちくださいね。このルーム、今のルーム番号。じゃあ今からディスコードの方に。ゲーム部屋の、パスワード貼りますので。那现在我在第一厅那边贴一下直播的，不是直播房间的号码。ちょっとうっかり読み上げそうだけどな、さっき。我差点不小心把那个房间号码念出来。予感的にはね、私も。貼っときましたのでよろしくお願いします。そういうことするよ、私は。
ね、今部屋の方入るので、あ、入って、誰も入ってない失礼しました。そろそろミュート解除してもいいのかな。ごめんね、今お皆さん入りました。私の配信にはすごくあのくしゃみが。じゃあちょっとね、私の放送画面もね、ちょっとゲームの方に切り替えますので少々お待ちくださいね。せーの、はい、ゲームの方に入ります。あ、ちょっと待ってください。エアコンを隠せてない。あと4名ですね。あと4名の方お入りください。あと1名、オッケー、ククリさんですね。はい、ありがとうございます。それではゲームを始めていきたいと思います。皆さんですね、ご自身の部屋に入ってください。なあ、こんばんは。え、こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってください。はい、こんばんは。晚安。晚安。おはようございます。No, yeah. Hello. Hello. なんか違うとこ入ってる、俺。あ、だって OK。正しい。OK, OK. Thank you, thank you, thank you. OK, わけがわからない。お願いします。よしよしよしまーす。あ、もうゲーム始まってんの。ゲーム始まった。早い。じゃあ開始しましょう。はい、頑張りましょう。よいしょ。頑張りましょう。てか、早っ。ちょっとスピード。早すぎて、早すぎて全然追い詰めてない。オッケーオッケー。うん。オッケーオッケー。ミュート解除し忘れる人出るんじゃないの。あ、そう。そう。確かに。忘れがち。忘れがち。あ、でも皆さん本当になんか準備もあれ準備してもくださってすごい早くできましたね、準備がね。パパパってみんなが入れて、そう、いいよ。じゃあやっていこう。はい、やっていこう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにうつぶつ喋りながらやりますんで、書いてくれるの嬉しいです。なんかかっこいい人いる、かっこいい人いるって、かっこいい人いるって。混んでる人がいるぞ。オッケー。うん。皆さんどこ？俺四番部屋。四番。自分何本？え、僕どこだ今？全然わからない。全然わかんない。やばい。あ、これ自分の姿わからない系？これもしかして？全然見えないんだけど。そこまで？私なんか誰かと一騎打ちみたいな。あら、あ、俺の一騎打ちしてんな。うん。俺はちょっと一人めっちゃ上手い人いるんだよな。怖いんだよな、この辺。あ、やばい。ちょっとこれだけ取らして。これだけ取らして。ミアベベタだろ。そうですね。これだけ取らして。あ、これだけ取らして。取らして。もうなんか爆弾投げてる人いるんだけど、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。そんなコートテクニックは俺知らないぞ。あー、死んだ。もう、あ、もう部屋移動。早いぞ。部屋移動する。え、みんなどこ？みんなどこ？あ、いた。今6人行く。6人行きます。俺も6行きます。よし。よし。撃ち殺しに行く。待って。怖い。みんな来た。主催さんも来た。主催さんも来た。同じ部屋。パンドラさんもなんかすげえ、あ、これ耳だ。俺はあれだ、ポップミュージックだ。あ、はいはい。うん。ポップンやってたな。もうやってないけど。ポップンは、あの、元カノがやってて、もう、やめましたね。怖い。オッケー。よし
あ、これ回転だ、回転だ、よし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 、絶対狙われてた、あれ絶対狙われてた、あれ人多いなぁ、ってますか、うん、あ、いて人は多いけど割と平和村だなぁ、平和村いい、平和村いい、人狼が居座ってない、平和村いい、オッケーオッケー、どうしようかな、どこに行こうかな、あ、どこ行くんですかね、みんな、あ、これ行けるんだ、感染で、いいね、いやぁ、じゃあまあ、アルパカさん、アルパカさん行こう、アルパカさんめっちゃ速い足まあ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 、上行ったかな、アルパカさん、ギリギリできたの、僕を爆散した僕を爆散した、アルパカさんが足だやっちゃった、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 あ、怖い怖い怖い、アルパカさんが、今黄色です、あ、やっちゃった、やっちゃった、なんてことないのに当たった、え、まだ誰か残ってんの、生きてる人、今誰か残はいないか、寿命解放妻ない、私は死ねえだかな、私今やられた、みんな死んだから、みんな死んだから、これみんな死んだから、みんな死んだから、今は私の配信でやらかしてねえ言われてあ、残り5人かな、ごめんて、おう、誰見ようかな、じゃあ、あ、主催さんもいないか、じゃあこっち、あ、最後かな、最後の部屋なのかな、次最後かな、最後な、こっちだね、じゃあ5人か、おお、いい人数、これは欠点になる、ああ、おお、16 クラウンさんとヒラメさんと、おお、おけっけーさん、みんなめっちゃ投げてる。めっちゃ投げてる。アイテムが、あの、潤沢に。アイテムすげえ。めっちゃ飛んできてる。ずっと、ずっと、いや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 って言ってる。ずっと、いやいや言う。ずっと、いやいや言うてる。ああ、いいね、いいね。ヒラメさん、怖いな、これ。ヒラメさん、ヒラメさん、これ。おお、あった、これルーさんかな、うん、うん、おー強っ、あー、これ強かった、いいね、得意だな、ルーちゃんは誰、ルーちゃんはルーさん誰だろう、ルーさんは誰だろう、桜の桜のルーちゃんかな、うん、ドームに戻るで、あー、なるほどな、うん、サイズするで、これで部屋移動しよう、これであれなのかな、うん、あれジェームスさんって誰ジェームスさんだっけ、これ何気に段取り難しいね、どうしたらいいの、うん、空気読み、空気読みだな、これ空気読みで空気読んで入るっていう、あ、どうしてる、じゃあ我现在是第二回合了吗，要第二回合，要第二回合吗，还在确认，好像是耶，啊，要移动了，要移动了，啊，なるほど，じゃあありがとうね，はい、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ次のルームに、はい、こんばんはです、あ、こんばんはです、こんばんは、いや、やられちゃったな、難しいですねね、生き残れない、いやー難しいなあとはなんだよ、ガンオンじゃねえじゃねえか、へえ、これでいいのかな、あ、これで4人ですね、4人で、はい、はい、お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ああ、その声欲しい、ああ、声帯が欲しいのは私こそだからな、可愛い、可愛い声ですね、あ、皆さんの声帯を私にくださいミモオタクか、
あれ？ルームが？また？なんか間違えちゃった？また間違えたっけ？ルーム番号出るの間違えた。ナイス！この人数は主催大変だな。大変ですね。早急さえ。やあ、ファクさんした。ちょっと待ってください。はい。ファイト、頑張って。ちょっとうちのコメント読んでも大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい。まずさん、いらっしゃい、こんばんはです。今日はガオンじゃないって。なんか3回ぐらい今日言ったような気がするよ。あ、でも1回目ガオンだから2回か。うん、なんか部屋解散しちゃったみたいだからちょっと待ってね。はい、すいません。旧作の月さん、安定しないかな。コクコギだと回線が。そうそうそう。あ、今作ってる途中ですかね。今、うん、今作ってるみたいな。うん、そうですね。ゲーム中のラグってあるんです。ちょっとこっちのコメントに答えます。さっきやってる感じだとラグはなかったかな。そんなにあのこの前みんなとやったのとそんなに変わんない感じだったかな。そうね。殴ってました？多いね。大丈夫だ。緊張ですね。大丈夫です。入力中になったからそろそろ部屋番号が出るかな。あ、出るかな。あるかな。あ、あるかも。今かも。通信エラーが出るんで。あ、なるほど。してましょうか。ですね。あらららららあらららら。ちょっと声ずるいな。ねえ、どうしよう。ずるい。みんなね、あの、そして、あの、女性 VTuber の方々、なんか、いい声ばっかの方多い。女性 VTuber の声帯が欲しいわ。出たね。ルーム出た。うん。早急さん、魔法さんの小粋なトークで繋いでもろて。来ました。皆さん、来ました。はい。イエーイ。いやもうよろしくレンダ、あ、レンダできないんだ。レンダは負荷がかかるからあまりよろしくないのでは。あー、なるほど。やめとこうじゃん。バンされちゃうんすかね。キー。今はね、特に。オッケー。国またぎだから、あるのかな。あー、そっかそっかそっか。ね。てる、あとは、あと4人。うん、あと4人ですね。うん、うん、うん。入りました。はい。はい。旧作地の月さん、それは、先輩に負けせないと、釘打たれるで、わらわら。あと3名ですね。多分通信中ですかね。うん、多分そうですよね。うん、次は負けたくないんだけど、もう少し残りたいな。したいな。初っ端吹き飛ばされたんですよね、自分に。自分にセルフキルをしてしまいました。それは、それは取れ高
お二人。スタート位置固定ルールか。ですね。あ、これで決まるかな。オッケーオッケー。よーし。よし。キルするぞ。私ももう少し生き残らないとうちの配信から何やってんだって言われるから。ミスターさんとプロレスですか。そう、私コメント近接格闘術と呼んでるぐらいの感じで普段やってますので距離が近いってことですね。距離が近いってことで私普段やってるゲームあるんですけどね、陣営が2つに分かれて集団で戦うゲームなんですけど、うちのリスナーさん私の敵側の陣営に入ろうとするんですよね、いつも。うん、ゴースティングするわけじゃないんだけど私を倒すのが楽しいみたいで怖いなあ、君たち怖いえ、ちょっと待って、知らない人入ってる。え、誰かな、誰かな、あ、このかな、多分この人が。ジャメス。ああ。あら、あ、やっぱ、その入力の時に入っちゃったっていう感じですかね。隠せてなかった人いるのかな。あ、うん。申し訳ございません。業務連絡させてください。ちょっとわけを、チェムスさんという方がいらっしゃるんですけど、うん、人は、ちょっとわからない人なので部屋番号隠してない方もしいらっしゃれば隠してください。はい、入ったから。あ、OKOK。 猫三宝さん、夕飯食べてきた。はい、猫三宝さん、お帰りなさい。よーし、倒すぞー。おー、倒しだ。おーおー、始まる、まだか、あるかな。いや、初動ファイト、初動の混乱を生き残りましょう。うん、旧作千巻さん、先輩の前で恐縮してるマホヤン、かわいいよ。なるほどね、このキャラ選べる。アイレントヘッド君は、アイレントヘッド君はあんまり、はい、でいこう。私は安定のトマト。さあ、誰と同じルームだろう。どこに行くかな、なりますかね。早々にこのメンバーをキルしなければならないかもしれない。ファイトが。え、これは。でもそうだけど、ボンミスで死ぬんだよな、私。わかるね。難しいですよね。うん。難しい。あ、ほったらね。はい。さあ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 、あ、ファイヤー来た。ほい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 、あ、穴がある。うおにもの、うおー、うわまでか。あ、待って、取っていく、取っていく。よし、よし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 。
おい。なんでそんなことしちゃった。あ、危ない。どこまで爆弾飛ぶかからん。え、え、次どこ行けばいいの？え？あ、みんなそっちに行こう。どこどこ、こっち？あ、こっちか。じゃあ上、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 上。どこに、これブロック押してくるの？え？あ、こえればいいの？来ました。犯人。よし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 。いや、まだまだ大丈夫。待て待て、1回やられたから、あと1回やられたらもうおしまいなんだ。やめてくれー。あー、大丈夫。あー、危ない。ちょっと待って、危ない。あー、おかしいな。誰かが自爆した。自爆失敗した。さあ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 、え、今生き残ってる。あれ、私生きてる。あ、あ、ここやばい、やばいぞ。安全なエリア。うわ、すごい、そう、めちゃくちゃいる。猫さん、坊さん、頑張れ。頑張る。あー、ルイ持ちがいる、羨ましいな。これ、これ、やばいんじゃない？あ、ああ騙されるダマツコさん、ファイトです。諦めるわけにはいかない。いいんだ。わあ、騙されてましたね。何、判定残ってた。うわー、やられた。生きてた。あれ、あ、そっか、ハートだから残ってるのか。あ、いや、もう、え、なんか、え、あ、あ、そうなんだ、飛ばされてる。ブロック落下まであと何秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9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 いや、違う違う。あの、アイテムでね、あの、ああ、やっちゃった。あの、残ってるやつが、もう、やっちゃった。今残ってらっしゃるのが、ヒカメさんとシムスさんと、シオさんと、あとこの方なんて読むんだっけ。あ、うまっ、うまいなぁ、すごい。でもまだ生きてた。猫さん、坊さん、味噌なしか。うん、あの、僕用ミールだから。え、ぐハリ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 、うん、すごいすごい。うわ怖い。今の当たってないんだ。うわっ、やっちゃった。お、これはどうなる、どうなる、どうなる、どうなる。あと2人います。2人だね。はい、すごいすごい。ヤムさんが少しやり込んでるんだよな、確か。おお、ナイスナイス。あとはえ、え、え、お、え、これであとは気打ちかな。あー、どこか。いや、怖い怖い怖い。いやー、すごい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 。あー、え、あー、どうなの、あれ
ドロー。あーこれどうするんだろう。2戦目決着つかずだけど2戦目これ、うん、どうなるんだろう。ルーム変えた方がいいのかな、うん、私たち。他のルームの動きを見て決めましょうか。さてさて、このこれは変わる？どうなんだろう。変わるかな。変わるのかな。うんうん。ですかね。動いてるっぽいですね、他の部屋。あ、オッケーです。じゃあ動きますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。お、はいはい。あっという間だったな。ダムスポさん、ね、ハートトレント生き残れるか、はい、また後で取りたいけど、なかなか大変。どこかの戦場で会いましょう。はい。ありがとう。ありがとうございました。感謝を。はい。こんばんはでーす。こんばんは。ます。よろしくお願いします。お願いします。はい、5分休憩で。まさかのドローゲームだったね。どうしようもなかったんですよ。ヒラメさん強いですね。強くないですよ。いや怖がって動かないだけです。それがうまくいってさっき、2位、え、うん、ドローで2位ですね。ドローで、うん。はい。セカンドです。あ、休憩らしいですね。あ、そっかそっか、休憩。休憩、オッケー。5分休憩らしいです。じゃあちょっと、ミュートにしますね。はい。オッケー。はい、というわけでですね、ちょっと5分ぐらいの休憩に入るみたいです。とりあえずディスコードの方をミュートしましたので、この方にはゼロさん、自己紹介長くて聞いてなかったけど、うん、これブロックごとでの戦い？うん、いや、違う。ほら、会話だけ20人だとさ、めちゃくちゃになっちゃうから、会話だけ細かくこうやって、部屋を分けて会話してるけど、20人が、19人か。19人が、一つの戦場だけど、これ、私の配信じゃやってないルールで、なんだっけ、バトル64っていうルールでやってて、どん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 小さいマップがどんどん小さくなって、なんていうの？最初はみんないろんなところに散って戦ってるけど、どんどん戦えるエリアが狭くなっていく感じの、そういうルールです。会話だけめちゃくちゃにならないように、会話ブロックを分けてるだけで、別に共闘してるわけでもなければ、あれですね。OK。わけじゃないです。ディスコード会話さん、踊りました。そんな感じか。そうだね。うん、そんな感じでやってる。はい。そしたらじゃあ私も質問いいですか？会話ブロックに戻ります。いいですよ。大丈夫です。あ、今、天気、と、はい、そうですね。あ、でも晴れてたかな。なんだろう、はい、なんていうの、ました晴れてます。変じゃないです。変じゃない。今台湾、南のところ、雨ばかりのです。そうなんだ。台風とかですか？そうです。土砂降り。わあ、大変だ。つらい。私のところはすごい晴れてるな。ゼロさん、月晴れているか？昨日か一昨日ぐらいはすごかったです。おお。ビャッと降ってました。ほらら。ということは、なんて、日本で地域を特定しなきゃいけないのか。いや、
まあね、いやまあそれはまあ別に大丈夫だと思いますけど私は公言してるんで大丈夫なんですけど私もまあ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 、いわゆるまあ特定されてもねほらね、あのなんだこのね姿でね出ることはあんまりないのでゼロさん、どうやなのはさんがこれ見るって言ってたよ、うん、あ、でも地域までは言ってたかな、ひためさんもその大まかな、うんうん、日本なん、そうそう日本のここって大まかにはラムさん海の中かもしれないしなそうそうそう、ね、なんとか湾の中かもしれないそう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 、港の中かもしれません。うん、皆さんって普段スマホチャンネルさん、なんだろう、まあ、仮にゲームをやるとしたら何やられてますか？エペックス。エペックス。マイクラフト。旧作つの月さん、やっぱり先ほどのね、あの健康心配してたんだけど、時間かかるけど復旧した瞬間で頑張れ。ちょっと。看一下大丈夫来玩的什么何か、PSO2 あーいいね、やってますやってます、私もやってますね、あ、開始した、始まった始まったね始まったね始まるねはい、あの私の配信の皆さん、あの休憩終わったみたいなんで唐突に始まりました、しまいました。私は黄色で。私はね、あのトマト姫っていうキャラクターを使ってます。おお。シルボンで。だ、頭にダンボール刺さってます。私はトマトです。一緒に頑張ります。しよう。頑張りましょう。頑張りましょう。猫さん坊さん。いや、ドキドキすんな。ね、うん、もう最後まで残るとさっきみたいになるんで、あそうそう、ゼロさんコメントしてたのか、最後までは残りたくないですね、うん、いやでも最後まで残んないとな、私の配信にみんなに何言われるかわかんないからなそんな圧かけられるんですかでもあの残ったら残ったらそれはそれで言われるんだよな。ええー、解釈違い的な話ですか。そう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 。あ、そうだ。いや、うまいに越したことはない、まあ残るに越したことはないと思いますけどね、こういう。あ、ごめんなさい、ハンドロボックスさん、ごめんなさい。閉じ込めちゃった。あ、やっちゃった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 。これが私だよね。解釈一致な行動ですか。生きてた生きてた。おお、よかったよかった。うん。そうそうそう。解釈一致な行動してしまった。ああ、で。入ってほしいな。あ、やっちゃった。その後すかさず自爆するのが私だよな。猫さん坊さん早い。言いたい。うん、早い。お、うん、早い。なんでこっち来たの、アルパカさん。猫さん坊さん。わーい。いっぱいいる。いっぱいいる。怖い。いっぱい怖い。みんなはどこにいる？これラウンド中でも幽霊は動けるのか。あ、そうなんですね。うん、誰か自爆。あ、今いますね。あ、よ。閉じ込められたー、あーああまだ生きてる、まだ生きてる、あ、見た目の前で見られました今キャーわ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 ら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 マウルはっ、おい、ナイスよーし、ナイス生きてますよ、まだカラメさんまで赤点ですけど、生きてますよ、上に行こう、あ、
今までで一番少ないのか10人だからさっき13人いましたからねこの段階でこれ爆弾投げられたら負けるあ、投げあいや強っあやられたねえ悔しい頑張ってあの人怖いあの KK さん強いえ強っうんKK さんずっとあのどこにいてもボム投げてくるあっ魔法感が我々を何だか大丈夫大丈夫一番怖いからあ KK! めっちゃ怖いけてきああああオッケー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 おおおおおおえあハート取ってたんださっきおライフ取ってたすごい生命力がすごいこれで5人おお5人いけるいけるあ最高え、最後最多分最後 KK さんと対角線上にいたらダメ僕めっちゃ泣けるらしいこれ、はい、怖いよねめっちゃ泣けるうわぁすごい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 んですもんうまいなあの人うまい、ね、あの投げ方やばいプロボーラーですか魔法のボムが真っ赤に跳ねる敵を倒せと轟き叫ぶバーアグレッツ魔法ボンバー初見ですあっあいけるいけるうちの米に反応しますアイセラフさんこんまほですいらっしゃい旧作中の敵さん苦しむ姿が見たいねそんなことも危ないよあほんとかほんとか二次ボムスああお残り4人ああいや危ない4人目テトラさんこんまこうこわおお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 おヤクラさん、こんまほういらっしゃい。投げますね。こんまほうしてなかった。笑い。おお。おお、残ってる。頑張れ。はい。危ない。あ、おお。え、勝った？いや、まだ残ってるんじゃないかな。あと1機。うん、これは特訓の成果が出てますね。あ、勝った。おめでとうございます。素晴らしい。おめでとうございます、おめでとうございますありがとうございます楽しかった手に汗握りますね、次が移動あ、また移動移動だね猫さん坊さんパチパチパチ移動します。ありがとうございましたありがとうございましたぐんぐん行こう。ゼロさんこれ。ゼロさんパチパチパチ。はい次が、あーオッケー。ハロー。パチパチパチ。ハロー。あーパチパチパチ。これ4戦目だよな。白熱してるね。4戦目ですね。うん。はーい。はーい、こんまほでーす。こんばんは。なちこまでーす。ちょっと待っててくださいね。はーい。辛苦了。いやー、这个准备也是不容易。啊，我明明有准备好，为什么现在不会跑出来？加油，加油。頑張って、クロさん、頑張って、魔法、頑張って。ティランさんの方か、出ない。
さあ対戦を始めましょう。はい、よろしく。よろしくお願いします。お願いします。ヒグラメさん、ヘロ強いですね。強くないですよ。いやー、さっきさヒロシ、1個奪われたんですよね。お前ねーと思ってた。没有没有，本哈只有想办法活着而已，就站在那边不动，然后他们就都死光了。まあさっきね、ハハさんも強いんですかって聞いたら、なんかとりあえず動かずに皆さん自爆しだったんですけど。意外と自爆しますね。まあ恐怖するのもね、実力の一つではありますのでね。我这个坐收渔翁之利也是一种实力啊，所以完全是 OK 的。頑張りましょう。私結構16位で死んだんですよ。いつどうやって死んでおいでっすよ。KK さん強いんですよ。姫、ヒラメ、え、ちょっと待って。ヒラメさん、経験者ですよね。猫さんを抑えなくておかしい。町が強いゲームではないはずなのに。おー、刚说那个ヒラメ、他是不是有经验的？他说、没有没有、一次中、一次赢都没有、这样子。あ、しやべえ。何も出ない。まずい。あのキックのやつ取ったら。あ。魔法さんはどう？経験者ですか？いや、ちょこっとだけさっきも言ったけど配信で練習みたいのはちょこっとしたんだけど。2回トライしたとおっしゃいましたっけ？確かに。配信練習は1回決まってからは1回かな。その前に1回だけ、参加型でやったことがあって、だから今日がこれ3回目とかそんな感じかな。うん、我是问那个那旭真穗，他是不是之前开了两次直播，然后他说这个活动决定之后他只有开一次，然后另外之前有开过一次参加型的，所以他算是开了两次。那个哈哈，你之前有开过练习直播吗？啊，哑巴。只有一次，然后昨天晚上有努力练习过。哦。同じエリアになっちゃったな。あ、やばい、これは死ぬな。オッケーオッケー。乗り物いいな。来ないで、来ないで。来ないで。来ないで。怖いよ。みんな。本当来ないで。行けるだけだ。あ、やば。喧嘩しないで。みんな友達だ。誰かが自爆した。おお、怖い。我自爆了一命啊！刚刚上一回本哈也自爆一命。そうそうそう。呀！我现在跟那个龙骑在同一间房，我觉得龙骑还蛮强的。康康超强的。大家觉得这场目前谁最强啊？皆さんさ、一番強いと思った人は誰ですか？康康吧。康康根根吧。KK さんか、ヒラメさんかな。啊，讲错名字了，完了。ほら、殺された。ヒラメさんが強いとおっしゃったのが誰ですか？No。KK。KK 誰だっけな。KK さんって名前のなんか飛行機みたいな外見の。そうそう。KK 確かにいたんだけど、あれ誰がちょっと今一時ちょっとわからんんだよな。あ、ケインかな確かに。ああ。村上ケインか。ありそうな感じがするな。ちょっと歌詞。我们在讨论那个 KK 是谁？那个应该是我们觉得应该是上海，因为他是村上ケイン。哦，そうそうにやられたな。あ、なんだ。大丈夫大丈夫まだまだまだ。いやまだ残る、まだまだ残る。ちょっとある。生きて。命が残ってる。若輩の分で一緒に生きて。お。带着本哈的份活下去。お好、我尽量。頑張りますという。残ってますね。いや、中国倒す以上の順位を、あ、やばい。
やばい、これは終わったわ。あだから、我第一次获得16位以上的顺位了，还是没得十六位以上的。やばいやばい。これ俺を殺したのが魔法、お前か。え、私やってないぞ。多分私は人のこと殺してないよ。絶対お前であろう。くそ。え、待って待って、私。おお、次のゲームに敵を取るぞ。敵怖い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 。何もおっしゃってるの。むず。今残ってるのか誰だ、ヒラメさんも残ってるかな。いや、私死んじゃいましたね。死んだ、なるほど。KK と塩と魔法か。じゃあせっかく同じ部屋に入ったし。魔法さん止まって。上に逃げちゃった。押し潰されたか、魔法。やられた。素晴らしい。残念だったな。よく頑張った。2位ですもんね。頑張った。とりあえず今日で一番残った。えらい。ありがとう。すごい。じゃあ次の部屋に移動しましょう。猫背さん、はい。はい、部屋替えね、毎回ね、ドッタバタになりますね。はい。はい、こんばんはでーす。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大家好。私と一回ちになった KK さんってケインさん？ん？ケイン、あの、これの、あの、そうそう、あの、飛行機みたいな。そうそうそう、KK さん。そうそうそう。結構あのいろんなところ、すごいだな。いやいやいや、運ですよ。あの今まで全部ぶっ倒されてきてますからね。あ、ロード入った。今のうちに部屋を、そう、あの画面上に部屋のねチャット状況を出してるんですが、今のうちに切り替えないと。今のうちに配信画面を切り替える。あ、始めました。始めました。猫太郎さん、イケボの人が下ったのか。そうそうそう、今喋ってる人がさっきの KK さんの。そう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 よ。うちのコメントで、あのイケボのお兄さん。ありがとうございます。ひたすらね、今まで投げてたんですが、さっきの1回だけね、うん、投げがね、グローブが来なかったんで、ひたすら逃げてました。なるほど。そうそうそう、その前のから楽しい感じ。猫さん、坊さん、殺さなきゃ。はい、頑張りましょう。はいはい。じゃじゃよ。不要杀本哈。壊しないで。お願い。また残りたいな。行きたい。哈哈，经常活到最后，翻转来 top four。都在旁边散步。散步就活下来了。散歩してたら生き残ったっていうね。あまり積極的に攻めていかない方が確かに生き残りはするような気がする。あのグローブ持たれてるとそこにどんどん投げ込まれてしまうからね。そうそうそう。KK さんがそれであの2回前かな、あのヒラメさんを殺害するシーンを見ていたので。はいはい、やりましたね。ヒラメさんと同じあのボイスチャットパーティーだったんで。はいはいはい。広告貢献1くらい、切な、ゼロ参加戦プトニコに広告しました。あー、グローブが。弾数が足りないな。グローブがないよ。危ない。グローブ焼却しちゃった。グローブ欲しい。うちの配信に遊びに来た人がグローブは悪い文化って言ってた。危ないだな。グローブが一番強いっす。グやったー、グローブ。グローブは一でも焼却するって人が配信遊びに来てたんで。これ3まで来てるな。こ
これ3まで行きたいな。3まで行こう。3まで行って待機しよう。お、ケケイさん。この時間を有効に使う。ケケイさんな。ああ、ちょっと危ない危ない危ない。やめて。私を殺さないで。やばい。なんと。あっぶんだ。次は失敗しないぞ。死ね。死ねだ。ハートに、ね、ハートを。怖い怖い。ハートを追いすぎて死んだ。フリーシンフリーに本心死は。取れてないんだよ。死ねだな。あ、くぐり様。くぐりば様じゃな。あ、くぐりさん。おあー、看看还有谁剩的啊？哦，阿浩桑，阿浩桑，干嘛的呢？阿浩，快快快！哦哦，阿浩桑意外とやれるね。ひたすら避けるっていうのが。ルナちゃんも好きだな。专心躲炸弹。飽きたな。ここ、ルーム3にだいぶ詰まりました。おっと、いきなり連投げで、いきなり連投げで、いったか、死んだ、死んでない。母を気をつけてね。はい、あ、マルコさん、これ死んだな。あ、やった。それでは、ルルちゃん、こいじゃな。まだ、おっと、やった、生きてた。おっと、やっちゃった。大量爆発が大量に一気にみんな死にました。ルネさんひたすらに投げるスタイル。おー、さっきのチャットパーティーの2人だ。育成さんギリギリ、あー、危ねえ危ねえ。育成さん危うく自分で爆発するところ。これは危ない。おー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 、あ、無理、母さん、それは無理。すみません、多すぎる。あ、でも全ルームで6名はきついっすよ。結構生き残りましたね、これ。对啊，看现在这一个地方压着六个人有点危险。あと、ルルさん、どうやるかな。No！ 死んだ死んだ死んだ。No！ 勝たないね。すごい混沌としてきた。あと、あ、一斉に飛んだ。あとヒラメさん。あ、でも。個性さん。そうか、あれがまだあるから、パンドラさんとかも生きてるのか。それはルルも好きだな。あ。ついにルルさんが飛んだな、これ。あっと。あ。これで、おっと、主催者。あ、まだヒラメさん生きてるな。うん、主催者と。おっと、これ、厳しい、火力が厳しすぎる。すごい。あっぶな。はい、やばい。火力が厳しすぎるんだよな、みんな。最終盤だから、みんなアイテムが十分すぎて。そう。火力が怖すぎる、みんな。自爆しそう。うん。多分これのせいで、パンドラさんもう動かなくて。明らかにパンドラさんが様子見に入ってるんだ。そう。そうですね。看他已经、看魔盒已经不动了。已经不动了、已经集中精力跑步了。我靠！危险。でもパンドラさんはすごいだね。うん。そこで待ってはダメだよ。そこしましたそこで待っちゃダメよ。あ、この二人の行ったか。すごい。私この二人とさっきのチャットパンチ一緒だった。投げパンチ試合。そう、みんな投げとパンチの瞬間。はい、この人連勝だね。すごい連勝です。はい、本当に本当にすごいだな。うん、すごい。はい、はい、本当にありがとうな。ありがとうございます。どうしてどうして
Thank you. 集合ルーム行きかな？去集合室吗？楽しい。集合吗？现在？应该是吧。是吧？多分。集合的集合都结束了。爆弹？ちょうどいいのかな？じゃあ集合行きます。オッケー、よかった、こっち。えい、おかえり、おかえり、ただいまー、ただいまー、終わりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。みんなうまい。台湾の方たち結構うまいじゃないですか。いや、みんなうまい。ルルさんもめっちゃ良かったし、すごい。ヤマさんもうまいね。ねえ、すごいだな。可愛いな。熱い。高い。やばい。ねえ。最終戦でその前でチャットパーティーしたら二人が殺し合ってるのね。殺し合ってるのめっちゃ面白かった。なんじゃありゃ。まあでも。こういうゲームだからねって感じですよね。あ、でもケイン、ケインさんも一回勝ってたね。おめでとう。そうですね。ケインさん強かった。あれ、はい、あれ、あれ。まあちょっと地方進学生で勝利した人はそこにちょっとね。いいと思う。いいと思いますよ。地方進学してください。はい、優勝しましたっていうね、偽物を言いますからね。ちょっと優勝しちゃった。優勝した。どうしようかな。出れちゃうな。ちょっと嘘をバレた暁にはすぐこのサーバーから追放いたします。19人いるサーバーから追放なんてもう暗いな。常に傷どころじゃないんだよな。サーバー主権限で。すごいよ。そう、リカジョブがそこがサーバーに目ついた。我知道。いいね。じゃあまあ。自己申告しつつ、まあ、これでストローいましたかな。確かに一戦ドローあったよね。ドローがあったんだ。ドローがあったんだ。そうブリアンっていうのかな。じゃあオーインブリアンっていうのかな。そうね。はい、じゃあこれで終わ自己申告が終わったというところで、うん、どうしようかな。じゃあ感想を伺っていこうかなと思います。先ほど自己紹介の順番通りで感想を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。接下来我再听大家的感想，那会照刚刚自我介绍的顺序来请大家发表感想。那ミュートしよう。まずはシムスクランさんかな。そうですね。接下来我们先请シムスクラン来发表一下感想吧。お願いします。はい、皆さん対戦ありがとうございました。残念ながらね、優勝はできませんでしたけども、ウォーインウォーイング、ウィラオっていうのかな、我は優勝できませんでしたってことなんですけども、まあそのままね、中国語ね、音読みで読んでしまったんですけども、ね、とても楽しい時間が過ごしたかなと思います。もう少しね、やってもいいのかなとは思うんですけども、まあそこはね、まあ時間の制限もありますからっていう形で、またね、次回何らかの形でね、こういう場、もしくはね、個人個人でできればいいかなと思っておりますね。1回だけにとどまらず2回3回とね、続けていきたいかなと思います。今日はね、本当に呼んでいただきありがとうございましたね。クロさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。他刚刚说呢，他虽然没有赢，但是他觉得玩得非常开心呢。希望之后可以，如果有机会的话，可以多打长一点的时间，但是这次毕竟时间上还是有所限制的嘛。那希望这个活动呢，不是只有一次，只能够多开几次这样子。然后なんかね、何回もやってほしいというお声をいただきまして非常にありがたいかなと思います。あ、こちらこそありがとうございました。はい、じゃあシムスクラさん、ありがとうございました。それでは次の方をお呼びしたいと思います。まあ先ほどの順番通りなので、次はイクセンさんですよね。イクセンさんお願いします。那接下来我想请下一位 VTuber 来。发表一下，分享一下他的感想。那因为是照刚才的顺序，我们就请小千来谈一谈感想吧。小千，お願いします。はい、めっちゃ楽しかった時間でした。みんなありがとうございます。負けましたけど、残念ながら負けました。
就是非常感谢大家让小千有这么快乐的夜晚，但是呢，小千输掉了，太可惜了，呜。好，以上。まあ結構皆さんお強いですからね、シュピジンとアドハイマンさん。真的。育成の最高順位は何ですか？我先问一下小千最高是第几？好像第四吧。哦，那結構強い方じゃないですか？算是強的那一邊欸。就有一場特別高，其他場幾乎都自爆。哦。じゃあまあもし月があったらね、もう少し頑張れば、まあ全然ね、いけるんじゃないかなと思いますよね。那如果还有下一次的话，如果再练习一下，搞不好就可以拿到第一名。对啊，要继续办下去了。哎、欸，真的，如果大家都有兴趣的话，下次继续办下去。那皆さんはね、ご興味あったら次もやりたいかなと思いますので。はい、それでは育成さんありがとうございます。那就谢谢小千。ダウンとかちょっとできないかも。ちょっと待ってください。ちょっと寂しそうなので、ちょっとお待ちください。ありがとうございます。あ、失礼しました。はい。すいません。それでは次の VTuber さんを呼びしたいと思います。まあ、那接下来呢、我想请下一位的 VTuber 来谈一谈感想。次の VTuber さんは倉上ケインでございます。お願いします。はい、今回はね、実に楽しかったです。一回ね、ガン逃げだけで、勝利ができた回がございましたので、いろいろ笑わせていただきました。本当にね、今回出会った皆様とも、次もいろいろとね、他の場などでも遊びたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今天真的很感谢组织这样一个活动，这次我猛逃就逃赢了一局，这真是很搞笑的一项事情啊，希望将来也能继续和大家一起玩各种游戏，多谢。好，ありがとうございます。谢谢クラカミ。早上凯因。ちなみに逃げるだけでもね、まあやっぱ生き残れるのが面だから、別に殺すのが面ではないんでね、就是。毕竟我们的目的不是把对方杀掉，是活到最后嘛，所以逃到最后也是一个战略。まあそれも戦略の一つですね。倉上健さんは勝利取りましたので、まあ告知の時間はありますが、それはまだちょっと最後で伺えればと思います。大丈夫です。はい。那因为这个凯因他有胜利一场，所以最后呢，他会有一分钟的可以宣传的时间。那个我们会在最后再来进行这个宣传。那这边谢谢张张凯因，ありがとうございました。はい、それでは次の方を呼びしましょう。台湾 VTuber のカノエさんですな。接下来欢迎台湾 VTuber のグングン。はい。ハロー。とても楽しかった。应该不用多说，应该是我赢了。私が勝ったのか。应该是吧，因为我连胜了两场。その通りです。就是，照他说的没有错，他连胜两场，而且还有一场是平手。頑張った。めちゃ頑張った。算是差一点点就赢到三场，是非常了不起。那もう少しのところでね、まあ三勝取れるんで、本当に非常にすごいかなと思いますね。いやだからさ、最初の自己紹介で超自信があって、それ口だけじゃないですね。一开始说他说这样自信的，看来不是只是嘴上说说而已。然后虽然用很就是。其实日文学的还蛮好的，但不知道为什么每次要聊天的时候，就脑袋里都挤不出什么字来，然后都讲一些很无聊的天气话。哦，那时候都挤不出，哎，我记得你刚讲的是什么，嘴巴讲什么？まあなんか日本語を勉強していらっしゃるんですけど、でもいざ話すというとね、なんか面白い話が出ないらしいんで、お天気の話してたんですけど、那你顺便问一下，你刚刚说了什么天气的话题？我说。台湾一直在下雨，日本那边是不是怎么样？有没有在下雪？然后我说台湾不怎么下雪的，很羡慕有下雪的地方。啊，なるほど。なんか日本の方は雪降ってたんですか？結構台湾ね雪降らないだから降ってるところは非常に羨ましいというお話をさっき、まあ、知ってたようですね。まあ私もその気持ちでわかりまして、初めて雪を見た時はねワクワクしましたので、その気持ちでわかりますよ。毕竟我也是从台湾。
来的箱子之后，其实非常了解那个心情。那第一次看到雪的时候，其实我也是非常兴奋啊。对啊，对啊。嗨，这里了嘛？嗯，就这样。嗨，那既然你有赢两场，那最后宣传的时间我会放在最后，那到时候再麻烦你宣传这样子。好。では、二回勝利したんですけど、まあ告知の時間をね最後に回してますので、まあまたその時でお願いいたします。那以上是根根，谢谢根根。谢谢。啊，希望还可以再办，希望还可以再办。谢谢。谢谢。那嘛，こういうお声いただきましたので、ありがたいです。じゃあ、ありがとうございました。はい、次のビーチューバーをお呼びしたいと思います。日本ビーチューバーのリクさんでございますね。那让我们欢迎下一个 VTuber 是日 V 的リク先生，お願いします。はい、どうも、楽しかったです。もう試合して、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、はい。ちなみに、はい、感想はどうですか。ね、本当に皆さんが上手だなっていうのが本当に。わかりました。めちゃくちゃなんか やり込んでる方もいらっしゃって、練習されてる方もいらっしゃって、僕も何位だったかな、 8?8 までしかいかなくて、もう本当にすごいなーっていうのを見てました。はい、皆さん上手。あと、日本語は皆さん上手だなーと思って、自然と聞けるっていう感じだったので、まあ、僕もなんかちょっと今英語勉強中なんですけども同じくちょっと勉強していきたいなと思いました。好，那他是说他，非常的开心呐、啊。他觉得大家都玩得很好，有些人看得出来是玩了很久这样子。然后，另外大家日文呢也都非常好，可以自然的听得懂这个日文，他觉得非常了不起这样。他现在也就在努力学习英文这样子呢。なので英語も勉強中ということですね。はい、まあ今回ちょっと英語の部屋はまあ使ってなかったんだけど、もし次はね、なんか英語めっちゃ上手い方々が集まったらね、英語の部屋も作ろうかなと思います。そうですね。うん、また国際的な交流ができたら楽しいんじゃないかなって思います。はい。そうですね、那因为他说他在学日文嘛，所以就说不，他在学英文嘛，所以就说，那如果下次能够聚集到一些英文都很好的人呢，那也许我们可以开一个英文的房间这样子。他说，对啊，那这样子可以变得比较多的国际交流这样子。はい、それではありがとうございました。でもまあ8位もね、結構まあ半分以上だからさ、いい方じゃないかなとは思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。谢谢，ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。好、哦，那我刚刚是说，因为他毕竟是拿到第八名嘛，那第八名也算是高于一半，所以是非常了不起这样子。好、哦，那接下来我们再欢迎下一位 VTuber 台 V 的兔尼玛。那我们接下来再，嗨，次の方は台湾 VTuber のウサルバガでございます。お願いします。この人の印象が強すぎる。いやいや大丈夫です。はい、感想とか。あ、もう言うんじゃ、言っちゃうんですか。あ、お願いします、お願いします、ぜひ。はい。とりあえず、みんな強かった。怖いなぁ、殺意高いなぁ、俺ずっと使っちゃって死んだんだけど。あんまり生き残れないんですよ。うん、結構、いろんな技とか、例えば、後投げとかやられちゃって。いやぁ、きつかった。あと、感染の時、パントラボックスがめちゃくちゃ狙われるところ、見れました。急にね、みんないっぱいボンブをそっちに向けて、そっち向けて投げちゃうんですね。一瞬でやられちゃう。うわ、みんななんてそんな主催に殺意高いんじゃん。怖かった、うん。はい、じゃあ中国語の方ももう一度お願いします。あ、死んじゃう。お前が翻訳してくれないの。いや。すみません。台湾VTuber。お前が。なんか。总之就是大家都很厉害，然后，我比较有印象的是观战的时候看到那个阿黑被大家集火，直接被狂丢炸弹，关起来炸死的，就觉得大家干嘛对主持人这么严格？就这样。那么所以印象来是个主赛者に忖度があるのが良くないのでね。他说这样也是蛮不错的嘛，毕竟不需要因为是主持人所以就特别对待之类的，我们就是正常玩就好。セブンソーダ君動きましたすげー気持ちいいですねそうそう愛の病気わかる、それ本当にわかるちなみに最高順位は何位ですか。最高順位7位でしたね。最高人数是第7名。なるほど、第7名。
結構でも7人も強い方だから。なるほど。まあ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 、あのひらめさん、あのボイスチャットに一緒にいたボイスあのひらめさんと、ガンガンコンティナルーミンとのじゃん、あカノエ、カノエ2人とも強かった。めちゃくちゃよく4位以上に生き残れたんで、 あれは強かったね。あとうまいよ、戦略とか、うん、全然違う、うん、そうですね、まだまだ。说那个ヒラメ跟ガンガン都非常强，然后他们的战略也是非常了不起的。でまあヒラメ様もまだ後だから、ヒラメ様のところももうちょっと詳しく話を聞こうかなと思います。それではウサルバカさんお願い、ありがとうございました。谢谢，期待你们再次举办这个大会，然后一起来玩机会。拜拜。谢谢，拜拜。はい、それでは好きのビシュバさんを呼びしたいと思います。月は、特殊くくりでございますね。那接下来我们欢迎下一位 VTuber、下一位是护锁くくり。欢迎。はい、今日の感想は、最高で7位にしか行けなかったんですけど、なんかボイスチャットがめちゃめちゃ楽しくて、みんなめっちゃ優しくて。なんで全然。なんか嫌な感じとかもなく、でなんか台湾のその文化の話とかも聞けたので、すごくいい機会でした。ありがとうございます、パンドラボックスクロスさん。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。那他刚刚是说呢，他虽然只有最高手拿到第七名，可是呢他在他觉得那个聊天的这个流程非常有趣，然后有听到一些台湾文化的话题，觉得非常开心。这样子，ちなみに台湾文化の話ってどういう話を聞けましたでしょうか？そう、台湾文化听到什么样的话题呢？さっきのカノエさんの話とか、あと台湾でおすすめの場所ありますか？と101？あ、はいはいはい。あ、なんかすごい高くて有名なんだみたいな話教えてもらって、知らなかったので行ってみようって思いました。あ、ぜひいらっしゃってください。101だとですね、まあ登る以外にはそこの辺にスターパークがありましてですね、結構高いところな、70何階か80何階にあってね、それ予約しないと入れないので、ぜひ予約してそこでカフェを飲んでください。おしゃれ。そうです。はい、那他刚刚我刚刚问他说他有听到什么台湾的话题，他说除了刚刚根根讲的一些话题，我还不知道根根讲了什么，所以就没有办法。他说除了根根讲的话之后，还有问说台湾有哪些推荐的地方，他说有听到台北101。那他因为不知道这个地方，希望有机会可以去这样子。はい、それでは楽しんでいただいて幸いでございます。ありがとうございました。那以上是护锁库库林，非常谢谢他，谢谢。はい、ありがとうございました。はい、それでは次の方を呼びしたいと思います。那接下来我们欢迎下一位VTuber。夏コマハハさんでございます。夏コマハハ、欢迎。Hello。はい。感想お願いします。说说感想吧。みんな優しいな、大家人真好。本来是应该算是日文章最差的人了啦。なるほどな、对不起啦。なんか日本語が一番下手な方どうおっしゃいましたけど、まあすみませんとさっきおっしゃったんですけど、そんなことないじゃないかな。我觉得还好啦、应该没有什么大问题。日文大家都太友善了。本当に助かったよね。今天玩得很开心，然后其实本哈都在散步啦，就是没有想要杀大家、哦、就是和平主义者，结果不小心都活到太后面了，然后大家就一直跟本哈加油，所以本哈就很开心这样子。なるほど。まあなんかね、まあフィールド中にね、まあブラブラしているだけなんだけど、まあみんなは殺そうかなと考えてないんですが、なんかねいつも最後まで残ってて、結局皆さんの応援をいただいたという話なんですね。你一直都活到最后面，所以你最高是活到第几名？三四名哦。第二名。哇哦哦哦！第二名超强啊！没有没有没有，就是在那边走来走去啊，然后就待在同一格都不动，然后不小心就第二名。要第二名，我都要后退三步了，你知道？なんかね、ブラブラしてるだけで結構、まあ、最後まで生き残ったという話で、じゃあ最後で何位取ったんですかと聞いたらさ、2位なんですよ。めちゃ強いじゃないかと言ったんですね。でもまあでも说像你说日文，你刚刚说对日文没有自信，不过我想这个活动的宗旨也就是让大家能够有所交流，所以我觉得应该是 OK 的啦。
那我相信大家都有协助翻译，猫山坊さん也是有交流到对吧？大家都很善良。那日本語は通じないという話なんだけど、でも皆さんもまあご協力のもとでやっぱ、まあ、交流できたので良かったという話ですね。はい。那非常谢谢哈哈的参加，那一応は哈哈さんでした。ありがとうございました。みんな大好きよ。谢谢。好きな VTuber さんを呼びしたいと思います。日本 VTuber 柳崎さん，那我们接下来欢迎下一位 VTuber，日 V 的，龙崎先生，お願いします。私の出番。今日は本当にクロさんありがとうございました。カタールにするかグアにするかか。そう、でも楽しかった。正直、ブラストから体験でいいと思う。通常ね、入った部屋でカタール挟む必要ないかな。英語と台湾語でずっと喋ってたんで、今度英語のはボイスチャンネルあってもいいかなっては思ったりはしました。けど皆さん本当に強くて楽しかったです。今日はありがとうございました。谢谢。谢谢。さっきね、楽しかったとおっしゃいまして、でね、皆さん、大家都很强。然后他第一次进到的房间里面，几乎没有什么用日文，都是用中文跟英文在讲。所以他说，也许可以开一个英文的房间。猫山坊さん、切り替えがもったりな制限になるから。まあ一応ね、英語の部屋は作ってはいましたけれども、まあ今、まあ裏で見るんだけど、英語一度とロシア語一あるんだけど、まあ、両方使ってなくて。そういうのはね、誰も、まあ、英語、ロシア語を選択する人は、まあ、少なくて、一部屋4名集まらなかったので、それは使用してないんで、まあ、もしね、皆さん選択したら、英語の部屋も使おうかなと考えております。那他刚刚提到这个、可以开英文房间了。其实我是、是有开一个英文跟俄文的房间、可是、因为并没有什么人选择说希望使用英文或俄文、所以那两个房间都没有用到。如果下次有比较多人选、有四个人、凑到四个人的话、其实我们也是可以考虑用那个房间这样子的。じゃあ皆さんも強かったということで、はい、ありがとうございました、龍崎さん。ありがとうございました。はい、那以上是日比龍崎先生、谢谢。次の方の後は、好きな VTuber さんをお呼びしたいと思います。台湾 VTuber、ゆきにゃんさんでございます。那欢迎下一位 VTuber、台 V 的雪喵、欢迎。嗨，很高兴可以参加这个活动，真的很开心。交流了很多日本人，虽然我的日文还是在学习当中，但还是有跟他们聊到天。本当に楽しかったな。虽然没有赢，但没关系，我主要是来交流的。本当にありがとうね。猫山坊さん、希望还可以再办这个活动。嗯。谢谢那。この人の声本当に可愛いな。まあ、たくさんのVTuberと交流できてて、まああんまりねちょっと日本語がまあうまくなかったようですけれども、それでもねたくさんの日本の方と話せて、あ非常に。まあ、嬉しかったと、まあ、勝てなかったんだけど交流の目的がメインだったので非常に楽しめたというお話です。あ所以你也是有交流到是非常开心。是说你都跟日比聊了什么样的话题啊？刚刚问我那个叉叉是什么，虽然我没有回答过他叉叉。OK 那个日本の VTuber と何を話したんですかと聞いてみたんですけど、さっきね、まあ、ちょっとシムスクランさんから発音に関して X はどういった発音をするんですかという話があったんですけど、まあ、これはちょっと、まあ、ゆきにゃんさんと私も、まあ、返事できなかったんだけど、まあ、理由としてはね、それは多分中国語の方の発音表記のやり方、中国の方の発音の表記方で、台湾はその表記方は使ってなかったのでね。まあ、ちょっと、ゆきにゃんさんの方が答えられなかったけど、まあ、非常に印象深いという話でした。那我们就谢谢雪喵今天参加，谢谢。ありがとうございました。じゃあ次の方を呼びしたいと思います。日本 VTuber の那須真帆さんでございます。那我们欢迎下一位 VTuber 日 V 的那須真穗お願いします。はい、ね、本当にね皆さん日本語お上手で喋れるかなってすごい心配できたんですけど。いろいろ喋ることができてすごい楽しかったです。なんか私はためになることとか聞けないで普通の雑談みたいなことしかしてなかったような気がしますけど、うん、あとね勝てなかったのが本当残念です。好，那他是说有能够跟大家交流到非常开心，那虽然他没有提到什么对大家有益的话题，但是还是玩得非常开心这样子。どうですね。
頑張れ、負けないで。ちなみに印象深かった話題は何かございますか？いや、なんだろう、なんか話題っぽいのっていうのをね、天気の話してね、今台湾の方雨だって聞いて、私の方はね、猫さん、もう終わったんだよな、すごい晴れだからね、本当に台湾とのそんなに距離がないのにやっぱ天気全然違うんだなってそう思いましたね。なるほど。那我是问他说，哪些话题还是有印象？他说，就是对于这个天气的话题还蛮有印象的。原来跟台湾虽然这么近，但气候还是差很多。人家卡诺埃桑的话题が非常に印象深かったということですね。そうですね。なるほど、なるほど。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。谢谢。谢谢。じゃあ次の方をお呼びしたいと思います。好きなから台湾 VTuber の、トバコモカさんでございますな。我们欢迎下一位 VTuber 台 V 的トバコモカ、欢迎。Hello 就是很开心能参加今天的活动，但是很可惜就是我的日文非常的不好，应该我觉得我才是在座日文最不好的人，所以没办法聊太多，但是整体气氛真的很欢乐，很谢谢大家，ありがとうございます。谢谢。那他是说本来是个，我本来想要说中文，想说中文再讲一遍呀，まあ言ってたのが非常に楽しかったと。まあモーカさんが自分こそが、まあ、日本語が一番下手な、まあ、人じゃないかなと言ってたんですけど、それでもね、まあ、雰囲気がね非常に楽しかったので、まあ、楽しめたという話です。那所以你也自认是日文最差，你可以去跟那个哈哈交流交流，你们可以互相学习一下日文。比谁的日文比较差？没有，说日文程度相近的可以一起学日文，互相砥砺吗？会努力的，会努力的。那这个日本語が一番下手とおっしゃいましたので、その母さんとね、交流してて、まあ、一緒に日本語を勉強しすればいいんじゃないかなと先お話ししました。好，那今天非常谢谢モーカさん，啊，谢谢。也谢谢大家，谢谢主办人，谢谢。谢谢，ありがとうございました。はい、次の方を呼びしたいと思います。ひらめさん、日本 VTuber のひらめさんですね。那让我们欢迎下一位 VTuber 日 V 的ひらめ。欢迎。やほ、お願いします。あ、はい。皆さん強かった足跡は、まあ、会話しながらのボンバーマンなんですけど、まあ、会話もね、みんなお上手で。楽しかったです。ありがとうございました。谢谢。大家觉得大家都非常强，然后一边对话一边这个玩炸弹超人，那对话也是非常的厉害，那非常谢谢大家这样子。那でもひらめさんも結構お強いじゃないですか。結構先ほども話題に出てて強い方というお話がありましたけれども。ないですよ。何もやらない時が多かっただけです。止まってただけ。おお。然后我刚刚说，所以希拉美さん刚刚也有其他的参赛者说希拉美さん非常强，那他说其他也没有很强，就是什么事都没有在做的时候比较多这样子。まあだから今日フル戦略ですよ、おそらく。うん、そうですね。もう待っててそのまま待って感じですね。はい。所以他是，我刚刚是问他说他战略是不是坐收渔翁之利，因为他说什么事都没有在做，然后他说对啊，就是在那边等着，然后。就这个样子。なるほど。まあ待つのが一番強いということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。谢谢ひらめさん。はい、次が次の VTuber を B 大使。あ、ちょっとこれ違いますね。はい。次の VTuber さんお願いします。マオルさんですね、日本 VTuber の。那我们欢迎下一位日 B 的マオル、欢迎。あ、谢谢大家。啊，这个我今天真的开心啊！我试了很多次，不过嘿嘿很开心。すごいめちゃめちゃ負けたんですけど、すごい面白かったです。対戦どうもありがとうございました。なんかよかったらぜひこれからもなんか友達になってください。お願いします。はい、二つの言語とも話してくださってよね、ありがたいです。ごめん、そうだ、混ざっちゃう。いやいや、これはこの方がいい、この方がいい。私はこっちの方が楽なんでね。
ストリアタイムかな。就是、他两种语言都说了，所以我就不用翻译，那我就乐得轻松是吧？对，对不起啊。Yeah, 不没有，真的这样子我比较轻松。那星野が楽なのでね。まあ、でもちなみに一番印象深かった話題とかなんかございますか？なんか。なんか話題っていうかなんかずっとなんかうわあ爆発したって言ってましたね。日本語上手くて。我就问他说那有什么印象深刻的话题没有？他说呢，哎，其实每期说的话题，大家都是一直在喊啊爆炸了死掉了这样子。都是这样的。確かに私も結構叫びましたのでね。めっちゃ面白かったです。いや面白く感じてくれてよかったんです。なんか、能够感到有趣是这个样子最好的。那我们就谢谢猫露小姐，猫露さんありがとうございました。ゼロさん、これマジで明日の方を呼びしたいと思います。台湾 VTuber の赤月しおさんでございますね。接下来我们欢迎下一位 VTuber 台 V 的小しお、欢迎。はい、ありがとうみんな。那。嗨，那今天的比赛我真的觉得很刺激，那也很对不起其他的参赛者，因为我在比赛的时候一直在大叫，因为很刺激。那有两次拿到前三名，那我也觉得我已经尽力了，就是那还是很可惜。那也希望这样的比赛能多多举办。那每次如果有举办的话，我一定会尽量来参加的。谢谢。嗨，那先ほどおっしゃったのが、まあ非常にね。まあ刺激的な、ゲームだったんで、あとはまあ同じ部屋の人にはちょっと申し訳ないんですけれども、なんかね、ずっと叫んでたらしいんですよね。まあ、でもそれも負け目の一環ということで。で、あと2回くらいで、まあ3、まあベスト3を取りましたので、結構強い方ですよね。それによりは2拿到前3名。对啊，那如果再努力一点，下次可能可以拿第一嘛。我就不好说了。那次一位取れるんじゃないかなと言ったら、あまり自信がないご様子でしたね。なるほど。はい、じゃあありがとうございました。フェア、谢谢小西哟。はい、じゃあ次の方をお呼びしたいと思います。日本 VTuber の。宮地さんですよね。はい、それでは、接下来欢迎日比的公路先生、欢迎お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。非常に楽しかったです。感想まで行っちゃっていいんでしたっけ？あ、じゃあちょっと待って、じゃあここまで一回翻訳しようか。ああ、了解です。お願いします。そして、そして、非常谢谢大家。参加这次活动呢、他觉得非常开心这样子呢。じゃあ次感想お願いします。はい、そうですね、やっぱなんだかんだ私そっちの言語はね、日本語しか話せないっていう前提だったんで、それでも同じ部屋になった方がね、積極的に翻訳して絡んでくれて、非常にあったけえなと思って、あ、ゲーム楽しいってなって、もうひたすら結構早めに私死んだんですよ。なんだかんだ中盤あたりで吹っ飛んだやつだったんですけれども、そんな中で叫びながら話しながらできたのは非常に楽しかったです。ありがとうございました。はい、他是说呢，那个他一开始只有预计只有要说日文，但是但是那个后来在同一个房间的其他的 VTuber 呢，非常认真的协助翻译。那虽然他很快就死掉了，但是呢，还是然后一边大喊大叫，然后一边聊天，觉得非常的开心的。ちなみに最初自己紹介の時はね、なんか、まあ何をや、まあ初心者だから何をやってもいいというお話があったんですけど、結局何をやったんですか？那我刚我说问他一下说，在自我介绍的时候，他有说，ちょっと翻訳させてごめんごめん。あ、ごめんなさいごめんなさい。他说自我介绍的时候有说，因为是新人，那个是游戏的新手，所以做什么都可以。那我问他说，实际上到底做了什么？等下我那个します。はい。まあ、さっきも言ったように割と序盤とか中盤で吹っ飛ぶことが多かったんで、うまいことね、ありがたいことに同室の方とかね、うまい方が生き残ってくれたんで、その人がねどういうことをやってるかとか、まあ、実況もどきじゃないですけれども、そうやってシャウトしながらね笑いながらちょっと見させていただいたんですけれども、いやー非常に楽しかった。特にハッハさんがねちょいちょいエモートしてたりするのがね良かったですね。ここでエモートを挟んでいくっていうのがすごい楽しかったです。おお、エモートの翻訳はできないな。エモートはなんだ。そうですよね。なんて言えばいいんだろうね、エモート。私の日本語力か。日本語力が
まあ、エモい行動ということですか？違う。まあ、ある意味エモい行動でもあるかもしれない。おー、なるほど。エモだったじゃん。そうだろ、なんて訳だろう。許しましょう。はい、このまま翻訳しますね。はい。あの、その、なんか、虽然他在那个一开始就死掉，但是刚好呢，跟他在同一个房间的 VTuber 呢，他有很多有活到很后面，所以他就一边算是在一边清理实况，然后一边大喊大叫这样子。那刚好那个夏普哈哈，他有时候会做一些非常厉害的行动，然后他就可以做你的实况这样。翻訳終わりました。エモートはですね、はい、あとググし、あとググしま す, す、はい。結構いろんなゲームにありますからね、エモートは。今後も使うことがあるかもしれない。なるほど。ちょっとググるします。はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。以上、宮地さんでした。はい、失礼します。はい、非常谢谢公路先生。那接下来、欢迎下一位 VTuber。それでは次の VTuber さんをお願いしたいと思います。台湾 VTuber の桜のルーさんでございます。那接下来我们欢迎下一位 VTuber 音野露，欢迎。はい、露露です。今日は本当楽しかったです。あ、谢谢谢谢谢谢让我参加这个活动，真的办得非常非常用心。哎呦，会不会按到了静音啊？看，没有，我现在有听到你的声音，所以 OK。应该好像刚刚看影片没有声音的样子。应该没问题吧？啊 ，OK， 大概就是，今日は本当楽しかった。ありがとうございました。一回勝てましたね。はい。そうですよ。一回勝てましたね。コストもいくら。はい、やった。猫さん坊さん、アスムはしたら嬉しそうな声。確かに。他の部屋でもね、ルーさんは強かったという話があったんですけど、在其他的房间有我们有在谈出哪一个 VTuber 比较强呢？有蛮多人觉得露露还蛮强的。この強くなった秘訣は何かありますか？なんか变强的秘訣是什么？能够分享一下？よくわかんないけどね。おー。はい。おー。そうだ。很清楚。人家嘛，生まれながら王者ということでね。但是一出生就是。結構読むからさ、炸弾王音野露。運がいいですからな。うん。運気が、まあ運も実力の一つですからね。運気也是实力的一种这样子。はい。好，那就非常谢谢露露。まあ勝ったので、その後まあ告知はありますけど、まあ先ほども、まあ申し上げましたように告知は最後に回しますので、それではまた後ほどお願いいたします。はい。那露露他有赢了，所以最后他可以告辞，不过宣传一下。不过宣传我们会在最后。好，那就谢谢露露。はい、次の VTuber さんをお呼びしたいと思います。日本 VTuber のキテルさんでございます。那接下来我们欢迎最后一位日本 VTuber キテルさん。はい、お願いします。はい。いや、本当。と楽しかったです。なんか最初自爆、2回ぐらい自爆しちゃったんだけど笑ったな。でもすごいなんか楽しかったし、日本語話せない言い方、僕は台湾の中国語話せないんですけど、なんか英語でちょっとなんか意思疎通できたのがなんかすごい嬉しかったなっていうのがあったんで、本当パンドラボックスさん本当ありがとうございました。他说他非常开心，那虽然中间有自爆了几次。但是还是非常开心这样子。那另外有些不会说日语或者不会说中文的，VTuber也是在里面是也是有的。但是呢，他们从前有用一下英文做一些沟通，所以真的非常有国际交流的感觉，他觉得非常开心这个样子。はい、ありがとうございました。はい。ちなみに結構英語うまい方ですか？你英文是非常会说的吗？全然なんか本当にこう簡単な会話ぐらいならできるかなみたいな、イラッとしないそれだけなんですけど、はい、もし次もやるときにはなんか皆さんともなんか共通言語としてなんか英語で会話できたらなって思ってます。はいはい。他是说，我是问他说他不是不是很会说英文，毕竟他刚提到了英文嘛。他说他虽然只会说一些简单的话，但是如果还有下一次的话呢，也许我们可以用一个共通的言语。那大家来说英文，也许也是一个可行的方向，这样子。英語に関して検討させていただきます。私英語話せないんでね。僕もあんまりですからね。
じゃあありがとうございました。はい、キテルさんありがとうございました。ありがとうございました。そして、はい、那以上是キテルさん、非常谢谢他。好，じゃあまあ皆様の感想は一通り伺いましたな。大家的感想さ、大概都听过一轮了。嗯、那所以说呢，じゃあ私の方で感想を話させてください。那そのまま讲一下我自己的感想吧。まあ今回はね本当に初めての試みでね、こういうまあ皆さんの、あ、ちょっと待ってください。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。業務連絡です。なんか私の声が消えたらしいんですよ。え？あ、私の枠で。枠で。私の方は大丈夫だけどね。こちらからは聞こえてますので。聞こえてますよ。大丈夫ですよ。私の、はい、ん？大丈夫です。私の OBS の方が載せてないらしいんですよ。なぜかわからんけど。え、他の人の声も聞こえてないってことですか？ランドランドのところでは。違う、あの OBS のデスクスクロットップ音声は入ってるんだけど、私の翻訳はね、うん、入ってなかったらしい。あら、翻訳だけ？そう、私の声が一切入ってないらしいですね。マイクのせいですね。今ちらっと見ましたけど、そうですね、配信の方音乗ってなかったですね。こっちミュートにしてきましたけど。いや、OBS がパクっちゃったな。だってディスコードはね、入ってるんだからさ。切ないやつだ。まあ、まあ、ね、とりあえずね、あの復帰したら、ちょっと待って。一応他枠では全部入ってるはずなので大丈夫だと思います。そうですね、あそうだね、他の人のを聞いてくださいっていう動線ですね、これは素晴らしい。これはあんまりよろしくない状況だな。ちょっと待って、他の方への動線ということでね、これ主催やっぱいいな、主催分かってるな、すごい。まあそれも一種のやり方ではあるんですけど、これ一応さ、うん、あれオーディションの枠にもやってるんだからさ、猫さんとかオーディションの枠にもすごい主催者の頑張ってくれてる。トラブルだからなぁ。OBS 順だな、これ。OBS 今までに。OBS 不調多いんだよね。直しましょう、とりあえずね。つなぎましょう、みんなで。うん、つなぎましょう、行きましょう。そうだね、みんなでつなごう、みんなで。みんなでつなごうってなるじゃん。どうしましょう、このまま進行されると、声が、パンドラさんの声だけは、パンドラさんの配信だけは乗っからないってことですか。そうですね。パンドラさんの声が乗っからないっていう。あとはだから閉会みたいな声を思い出した。僕が一番好きな声はアンジュ・カトリーナさんっていう二次三次の声です。ごめんごめん、一旦そういうやつでいいですか。はい、すみません、ありがとうございました。つないでもらってですね。非常谢谢大家，中间杂谈了一下，帮我撑了一下这个场面。那，いらっしゃい。ちょっとね、先ほど翻訳入ってないようで、まあ、大変恐縮でございますが、まあちょっと機材トラブルでですね、どこまで入ってないのか、まあ、現状確認できなかったのでですね、一応、まあ他の枠ではね、その翻訳はちゃんと入っているようで、その他のその気になった方いらっしゃれば。申し訳ございませんが、今回はね、合わせて21枠ありますので、どっかの枠を見てください。いや、不好意思，因为中间有一段我的声音不见了呢，可能有一些翻译没有翻到，这个部分其实我也不知道到底从哪里开始不见的。那我想这部分就，因为毕竟现在有21个直播间在直播，就是看一下，随便找一个直播间，我想那个声音都是有翻译到的，那所以麻烦大家再看一下。はい、すみませんでした。今ちょっとね、ま。急遽の処置なので結構雑音が入ると思いますけど、これはちょっとご了承ください。那因为是我临时做了一些处置，所以现在可能杂音会比较多，这部分就麻烦大家请多多包容了。谢谢大家。はい。じゃあ、ちょっと私の感想を言ってたんですね。はい。私の感想としては、まあ、今回初めての試みで、まあ、先ほども言ったような伸び、21枠かな。21枠の生放送で私の方もね、結構緊張していましてですね。那我刚也说了，就是一共有在21个直播间同时直播，所以我个人也是非常的紧张。那でもね、それでもみんな結構啊参加してくださって、楽しめたとおっしゃってくれたので、本当に良かったかなと思います。不过呢，即使是如此，也非常的，大家都说能够非常开心参加这个活动，然后玩得很开心，那实在是让我觉得非常的感动。本当にね、このイベントやって良かったかなと思いました。那真的是。有办这个活动真的是太好了，非常谢谢大家。然后呢，ありがとうございました，ありがとうございました，非常谢谢大家。
はい、それでは最後のパートに入りましょう。告知の方ですね。少々お待ちくださいね。今回勝った方をちょっと確認します。倉上ケインさん、上山海音、还有勝利1次、カノエさん、グングン、还有勝利2次、桜のルースさん、インゲル、还有勝利1次。じゃあまあこの順番で告知をしましょうか。ちょっと待ってくださいね。那我们就照这个顺序来进行告知吧。あ、一応ですね、ルール上、まあ、一人一分くらいという話なので、まあ、ちょっと、時間を計りさせていただきますな。毕竟、这个、按照规则上来说、一个人就是一分钟嘛。那、我就来记个时间。それでは、倉上健さん、お願いします。那、欢迎、赵尚凯。ご年長、ハモロヒーネー。素早く行かせていただきまして。はい、ありがとうねー。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。始めると言ったら始める。はいはい。まあ、すみません、一応、立ち絵を出させていただきます。はい、こちらですね。それでは告知お願いします。はい、はい、倉上ケインでございます。普段はね、本当に最初の紹介でも言ったように、インディーズゲームや新しいオンラインゲームをプレイしております。今月8月7日から新しいブレス・アンリーシュというゲームが始まる予定ですので、そちらを最速で、プレイして皆様にお見せする予定でございます。よろしくお願いいたします。大家好，我是藏山凯音。这个月我一般因为玩一些网游，所以这个月8月7号呢有一个新的网游叫 Bless Unleashed， 马上将会公开，所以我将会以最快的速度来开始这个游戏，让大家看一下。多谢，以上です。あと20秒あります。何か話しますか？あとはあのコラボが多めなので、今回、来ていただいた皆様もぜひともご来られたら一緒。联动比较多，所以这次来参加这个大会的大家呢，有机会也一起联动吧。就这样。はい、ありがとうございます。谢谢。ちなみにこれ58秒なので。いや、時間管理の神ですね。猫さん、猫さん、一人で台湾人なのか日本人なのか判別官、笑う。大事です。58秒、真的是時間管理之神。はい、それではありがとうございました。はい、次は台湾 VTuber、カノエさんでございますね。现在台币的根根。台湾。那我们欢迎根根，哎，根根来了吗？然后，那个，我根本没办法讲到两分钟那么久，也一分钟都办不到。我们有什么要宣传的？哎。告知は特にないらしいんだけど、他说他没有什么要宣传。那你要带来一首好听的歌曲吗？じゃあ一曲歌うのはいかがでしょうか？不行，无法，無理です。無理ですか？失礼しました。じゃあ2分ほど雑談でもしようか。杂谈啊，稍微杂谈两分钟好了。所以你平常做的活动有什么特别觉得这个一定要让大家知道这是我的强项的？那私の強みとしてぜひ皆さんに知ってほしいというものはあるんでしょうか？大概是非常強吗？真的特別没有，因为都还在练的部分，唱歌啊、说话啊、玩游戏，我觉得都还在，就是还没有很厉害，还没有很厉害，所以也没有真的强到能宣传的地步。なるほど。对对对。あ、さっき一時的に私の声まだ消えたようでごめんなさい。まあでも大した問題はないと思います。はい。所以刚刚是说，我刚刚说我的声音突然不见了。然后我刚刚是问刚刚说，カノエさんになんか強みはないですかって聞いたら、まあ、特に、まあ、全部練習中でね、これが一番強いというところは特にないらしいんですけど。原来如此。那你平常有什么固定的活动？比方说每周。的什么时候有固定在直播吗？那こまあ決まった放送枠とかございますか？まあ毎週のまあ何曜日とかはまあやってるとかそういうのございますでしょうか？几乎每天都会不定时的就直播，完全是看自己的心情的，然后玩游戏也是看自己的心情。哦，对。然后那个啊，如果说到后说到宣传的话，我希望大家多多来找我打 Apex， 我很想要开日本人跟。台湾人的组队的 Apex 的联动。なるほど。嗯。普段はですね、まあほぼ毎日ゲリラでなんかやってるらしいんですけど、まあ告知として、まあ宣伝としてはね、日本の方からとね、もっと Apex やりたいという話で、台湾 VTuber と日本 VTuber でチームを組んでコラボするようなイベントをやりたいという話です。好、じゃあ。
那现在刚好两分钟，谢谢。では、ちょうど2分なのでね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、それではですね、最後の方を呼びしましょう。让我们欢迎最后一位。あとはルビさんか。あ、ちょっと待ってください。刚刚还没有退场。台湾の人の方が先に10人決まったんだよね。だから多分日本語勉強してる人が多かったのかな。はい、こっちですね。私は日本人が少なかったから、はい。それでは最後の優勝者、桜のルーさんですね。なんも欢迎インゲルー。はい。欢迎はい、1分間お願いします。はい。イラストレーターと漫画家の桜のルー。ヌルって呼んでください。台湾向けなので、中国語をしますね。我是漫画家インエル。然后自己现在在创作的连载漫画《现实与台湾的距离》。有机会的话，欢迎搜寻一下去我的 FB， 看看我最新连载哦。啊，以上です。以上です。残り30秒ですね。じゃあ私の方翻訳いたします。はい。まあ、漫画家でやっていらっしゃる方なのでね、まあ、今ね、Facebook で自分のオリジナルの漫画の、まあ、掲載しているので、まあ、そういうところでもし興味がある方はぜひ、まあ、Facebook を見てください。那个漫画是目前是没有日文，对不对？只有中文。对啊，现在是算自己在连载，所以只能先中文，还没办法日文。OK。じゃあまあ、今のところはね、まだ中国語のみらしいんだけど、まあでもね。まあ、ちょっと中国語の勉強にはなるんじゃないですか、ぜひ、皆さんご興味ある方はね、まあ、Facebook をフォローしてて、見てみてください。はい、以上でございますね。ありがとうございました。はい。一応、はい、以上、桜のルーさん、インエルー。ああ、以上、インエルーが告知宣传。谢谢大家。はい、それではちょっとエンディングをさせていただきます。はい、本日はね、本当に皆さんご参加いただきましてありがとうございました。真的先生的非常谢谢大家参加。まあ途中はね、ちょっと音声トラブル、まあこっちの機材トラブルがね、ありましたけれども、まあなんとかね、皆さんの枠にはね、ちゃんと音声乗せてて、まあ、私の枠だけのトラブルでよかったんです。あ、その件自然是有发生一些、器材上的问题。不过、还好、这问题只有发生在我的频道。大家的频道就是非常顺利的、还是有这个声音都还是有传达到的。所以是我自己的问题、就是、还好、没有扩散到大家那边。本日はですね、皆さんから、まあ、結構、まあ、楽しかったというお声をいただきましたので、まあ、次もね、やるようには検討いたしますので、また次がありましたら、ぜひご参加してください。那今天约大家都说玩得非常开心的，如果还有下一次的话呢，也希望大家能够踊跃参加。それでは本日ありがとうございました。それではまた次の放送が、次の、あ、ちょっと待ってね。皆さん今、一度わかるんですけど、ちゃんとね、概要欄の方に、私のところに概要欄の方にね、皆さんの、YouTube チャンネルと、Twitter を貼っていますので、今天虽然是有21个直播间了，但是我在我水管的概要欄那边有放大家的直播频道的连接，还有Twitter的连接。ニコ生の方はですね、ちょっと文字数の制限がありましてですね、載せられなかったので YouTube の方にご覧になってください。ちょっとニコ那边呢是有文字数的限制，他们只能放1000个字啊。那个水管可以放5000个字，所以我就没有办法贴大家连接。那如果在尼孔那边有人有兴趣的话，欢迎看一下水管那边。ぜひね、皆さんのチャンネルに行って、チャンネル登録ボタンをね、3回か5回くらい押してください。那请大家一定要到大家的频道去按一下那个登录的按钮啊，再按个3下或是5下这样子。そしてですね、私のチャンネルの方もね、ぜひよろしければ、チャンネル登録お願いいたします。另外也麻烦大家最好能够订阅一下我的频道。はい、それでは本日ありがとうございました。今日の非常谢谢大家。また次の動画か生放送でお会いしましょう。猫さん、下次的直播或是下次的动画再见吧。チャオ。かかるわ。わら。チャオ。そうね。チャオ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。あとはね、ありがとうございます。この方切りましたので、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次の方でやりますね。ちょっと、個人の方で最後に来てきます。はい、じゃあ行きます。はい、というわけで。
けでね、とりあえずミュートしてデスクトップ音声切ったから、聞こえ向こうの声聞こえてないと思うので、よいしょ。あ、またリコちゃんが残ってる。はい、お疲れ様です。本当にありがとうございます。いやー、大変だったね。どれだろう、リコちゃんの絵。多分、ゲストって絵がどっかにあるんだよな。あったと、つけそう。はい。雑談枠に残ってた。お疲れ様。この後多分、ちょこっとだけ11時か、11時かな、それぐらいでちょっとやろうと思います。たら、後ろでみんなにお疲れ様言ってきますので、後でまた、やろうと思いますので、起きてる方いらしたら、また来てください。それでは、おつまほでーす。ちょっと後ろの会話加わってきます。おつまほでーす。